はい、三人称ドンピシャです。ピヤコです。鉄道です。よろしくお願いします。お願いします。2023年5月23日雑談第449回の放送が始まりました。はい、この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時から YouTube 三人称チャンネルで会員ゲートの公開収録という形を取らせていただいております。お願いします。はい、というわけで、だいぶ2週間かな、空きましての5月23日、4週目でございますが、お久しぶりでございます。久しぶりですか、ね、3週間ぶり。そうです、かなりぶりですね。ぶりだね。久しくなかったか、こんなに空いたことは。なかったね。そうだね。なんだかんだやったりしてたけど、うん、まあなんか、ちょっと、どういうことですかっていう感じ。そうですかな、まあ、どうしたんですか。1週間目はあれだもんね、うん、ちょっとやることがあって。そうだね。まあでもそうだね。ただ時間をずらすみたいな話じゃなかった。時間じゃないな。普通にか、普通にお休みだったんだ。ちょっともうパンパンだっつって。そうそう、うん、予定がパンパンで。そうだわ、動画が全く撮り終えられなくて。いやー、まあもう今はもう出たからあれだけど、うん、地球防衛軍大変でしたね。地球防衛軍6は。あれが編集ではね、だいぶ短くはなっておりますけども、うん、あれがまあクリアできない、クリアできないで、まあ、尋常じゃなかったね。大変だったわ。でもそこで撮らないとどうしようもない、もうちょっとどうしようもないぞみたいな感じだったから、うん、ちょっとごめんっていうね、うん、うん、感じでちょっとお休みをねいただいて、まあ他にもね撮らなきゃいけないのいっぱいあったし、そうなんですよ、ちょっと山積みになっちゃって、そうやっぱちょっとゴールデンウィークからねちょっと流れが詰まり詰まりになっちゃったなっていう感じはあったけど、そうだね、うん、ちょっとうまくスケジュール立てできなかったね。そうだね、大変だったね。結構予定外のことが、そうだね、まあ起きたりと。でじゃあそのじゃあお休みたり、はい、ということですね。うん、ああ、じゃあ次の週ですね。次の週、うん、全然やる気ではあったんだよね。別に休むとかなかったんだけどさ、はいはいはい、うん、急に喉が痛くなったの。それがだから、うん、雑談1週目を休んだ週の土曜日だったかな、うん、土曜日か。昼間のまあそのサイレンの動画が。ちょっと待ってくださいね。おっと、なんか今くるくるになっちゃってますね、 YouTube。 なんですか、本当大丈夫そうかな。つぶつぶなくなったと。うん、じゃあまあ続けていきましょう。いきましょう、はい。まあ、どこまでかが分かりません。1週目は終わった、1週目は終わりましたで、2週目、はい、うん、ペイさんの喉がなんか土曜だかにおかしくなったよってところまでかな。そう、うん、でまあサイレンの時は別に、あ、喉痛いなみたいな感じで、始まる前にも2人もね、2人にも言ってたな、そういえば。言ってた言ってた言ってたね。ちょっと喉調子悪いんだよねみたいな感じで、うん、でまあなんだかんだ別に体調的には悪くなかったからそのままやって、うん、で2日かその次の日ももう全然喉痛くて、うんうんうん、声があんまり出ないぐらい痛くなって、で日曜日だからそう薬はもらあの病院行けなかったからさ、はいはい、次の日月曜日かな、うん、月曜日も予定あったんだけどちょっと予定申し訳ないこの喉じゃ何もできませんってことでちょっと、うん、すんませんにって感じで休ませてもらったんだけど、うん、で病院行ったら扁桃腺すごく腫れてますねみたいになってさ、うん、ああはい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 、そうでも熱とかはないんですかみたいな、熱とか体のだるさないんですかとかって言われたけど本当に全くなかったから、はいはいはい、いや本当に喉だけなんですよねみたいな、でなんかまあ喉風邪なのかな、うん、なんかちょっと今最近ちょっと流行りではあるんですよねみたいな話もされて、じゃあ喉の薬出しときますねみたいので、それでまあ、うん、飲み出したんだよね、2、うん、3日、うん、そしたら、喉は治ったの、喉はいい感じになってきて、うん、あ、これじゃあちょっと雑談伸びるけど木曜か金曜ぐらいにはいけるなっていう感じで2人にも言ってて、うんうん、それでまあちょっと延期な感じでやろうかなって思ったら次は咳が止まらなくなってさ、あ、ね、変化した。そう、喉から、どっちも喉か一応、うん、一気に来るわけじゃなくて喉が治ったら今度は咳と痰が絡むみたいな感じで、うんうん、でも本当にあの込み上げてくる咳ってあるじゃん、鉄塔さんわかるから、ちょっとさ喘息っぽいさ、はいはいはい、あるね、
もう我慢できない。そう、思ってないけど。思ってないのにブッってなっちゃうでしょ。そう、うん。ある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 。それがさ、夜寝てる時もあるからさ、うん、なんかあんまり、うん、そう眠れなくなって、うん、はいはい。だから今度それでまた病院行って、咳出るんですよ。つって、うんうん、今度は咳止めの薬をもらってさ。うん。それでまあそこでもまた 2,3 日ぐらいかな、それでまあ良くなって先週の土曜日の、うん、ツーブロッドやった配信で復帰したって感じになったんだけど、うんうん、ほんと丸々1週間喉で全然喋んない、喋れないしさ、本当に喋ったのっつったら、ウーバーでさ、ご飯頼んでさ、ピンポン、ウーバーイーツですって来た時に、うん、あ、はいって言うだけ、うん、それぐらい。だからなかなかですね。そうだね、かなりね、しんどかったね。でも喉ね、喉はな、うん、別に体調は悪くないからさ、うんうんうん、別に本当に咳が出るだけとか喉が痛いだけとかだったからさ、別になんかさ、なんか寝るのも違うなと思って、まあ、別に寝てもまた結局夜もう咳で寝れねえからなみたいな感じでさ、うんうんうん、だから普通になんかちょっとゼルダしたり、うんうん、でまあ2人の配信見たり、うんうん、まあ、そんな感じでちょっと過ごしてました。なるほどね、うん、でもまあこの通り今はどうなんだろう、この通りっていうか、まあ調子は良くなさそうだけど、声のねちょっとちょいカレーぐらい鼻声なのかな、なんだろうね。咳は治ったんだけど、うん、あ、鼻の奥に痰がいるみたいな、はいはいはい、あーなるほどね、ちょっといるかなぐらい、うんうんうん、だからもし声がちょっと変かもしれない、鼻声かもしれないけど、これ別になんか調子が悪いとかってわけじゃなく、うんうん、まあ治りかけのものだなと、ラストみたいな感じか、だからこれでそこが治ったらまあとりあえずフルですよっていう感じか、うん、でもだからもうちょいちょっと慣らしてく感じかな、うん、まあ、昨日も放送したけど、うん、なんかやっぱ喋り続けてるとちょっと咳が出るみたいなのがあったから、あーそうだね、そうちょっとミュートにして咳はしてたけど、うん、なるほどね、そうでもだからだんだんといい方向に進んでますよっていう感じで、ちょっとそうっすか、申し訳ないけどちょっと続いちゃったんだよね、だからね、なんか2週間俺のせいで休んだみたいになってるけど、ちょっと1週間ですよ、ね、ああなんなら俺2週間ペーサーのせいだって俺が思ってたわそうでしょなんか瀬戸さん最初の言い方さ、ごめんごめんごめ ん, ごめん違ったな、違う、そう、あ、冷静に振り返ってみた、違ったなって、うん、だから俺はちょっと反省してるだからすぐ訂正した今俺は反省してる、1週間目やね、ごめんごめん、そう違ったわ、違うでしょ、うん、確かにそうだわ、そうだね、振り返ってみたら俺2週もペーさんのせいにしようとしてたんだ、うん、危なかったよ、うん、1週だった、いや本当にほぼフル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 1週間ですね、丸々1週間だったな、丸々1週間か、うん、なるほどね、いや長かったね、きつかった、まあそうだね、大変なんだろうなと思いながらだったけど、喉痛くて寝ようとするとさ、なんかちょっとさ、悪夢っぽい夢、今夢なのか分かんないけど、うん、なんか喉が痛い、このスイッチをしたから血が痛くなっちゃったのかなとか、なんかよくわかんないこと考え出しちゃってさ、はあはあ、それが現実なのかわかんないけど、なんか横にスイッチがあって、現実なのかわかんないの、いやわかんないの、その時はわかんないのその時はね、そう、あ、このスイッチを押したから俺は言う、あの喉が痛くなっちゃったんだ、これ押さなきゃよかったなみたいな、うん、なんか変な夢を見続けてあんまり寝れないとか、へー、あんまそういう悪夢最近見んけど、そう、そうだな、あの風邪の時にちっちゃい時見てたり、うん、あったけど、うんうん、なんかね変な見ながら、喉熱が出てたわけじゃないんだよね、でもね熱はね本当に出てない、病院行ってもそう熱測って出てないし、なんか夜あれなんかこれ体ポッポしてるなっつって測っても平熱だった、うん、なるほどね、じゃあほんと喉だけなんだね、マジの喉だけ、うん、喉咳、そう、喉咳、扁桃腺、いやなんかツイッターとかでも言ったら、うん、何週間前になりましたそれみたいな、うん、流行ってるんだだから今そうのもあったし、そう、その病院でもちょっとなんかそういう熱とか、体がだるいとかはないけど咳がやたら出たりとか、そういう人がなんか、うん、最近ちょっと多いんですよねみたいな、
ああそうなんだ。そうこと言ってたから。なるほどね。ちょっと流行りに乗っちゃったんだなっていう感じで。なるほど。なるほど。2人含め見てる方、動画楽しみにしてくれてた方、ちょっとご迷惑おかけしましたが。頼むぜ。復帰。おい、それだけで済ませる気か。何？足りねえ。何がある？足りねえってよ。足りねえか。足りねえってよ。アイメイクか。今後ね、今後の態度、うん、そうだね。でもこれを貸しにしたくねえな。これ貸しにしたくねえ。ちょっと体調が悪くなるだけでもここまでの借りができてしまう。そうだね。別にいや別にでもあれだよね。俺らって本当に誰かがさ体調悪いとかになったら本当に無理、うん、無理。別に行けよって言われてもいや別にいいんじゃないみたいになるよね。なるなるなる。そうだね。うん。俺2回ぐらいだっていや。いけるかもしれませんっつっても、うん、いや無理だ、うん、無理だうちらが決めるもん、うん、そういやこれは無理だ、うん、鉄道さんの石の時もそうだしね、うん、どうなるか分かるからなどういう感じになるかっていうのがそうね確かにね、うん、無理していいこと一個ないからな、うん、正直そうなんだよだからまあそこに助けなが助けられながらも入ってきましたんで、うん、なるほどね、うん、ええそんな感じ、そうですね。だその間にまあいくつかちょこちょこと、はいはいはい、うん、ありましたかね、ありましたね、ありましたかだね2週間、まずあれだあのサイトの名前はあの岸さん の, このシグネーターねそうシグネーターね、うん、そのまあ YouTube チャンネルがあるんだけど、うん、あそこにこうゲストとして出演させてもらってちょっとお話ししてきたよっていうはいはいはい、うん3本になるとは思わなかった ね動画がもう3本も上がってもう終わってるんですねまあまあぜひ見てない方いたら見ていただければと思いますが、うん、かなり他の人のチャンネルっていうのかな、うんうん、に出て動画としてっていうのはかなり久々じゃないのかなそうだねすごく久しぶりだと思う、ね、マジでやってないよねそういうのやってない、うん、しまあそんな言われても来なかったっていうのもあるけど、まあ、確かに確かにそうねそうね、ないよ生放送とかはあったけど動画はマジでないないに等しいのか動画はないかなないかもないかね、うんうん、そういやまあそうね思い返すだけでも多分トモさん赤髪のトモさんのマイクラに出たのが、うん、ってぐらいじゃないかなだよね、うん、それも久しぶりのあれだったから、うん、そうだよねそのレベルでない実写で実写でなるともう本当にないと思うないよね本当にないねないね、うんうん、いやーあの時ちょっとその鉄道さんが結構喋ってたなっていうのがあったと思うんだけど、うんうんうん、まあね岸さんもツイッターとかでねつぶやいてたけどそうそうそう岸さんが喉を痛めてて、うん、あんまり喋れないんですよみたいなそうだねあのスタッフの人と言ってて、うん、ちょっとまあ三人称さん長いし大丈夫ですね感じに、うん、でベテランだから、うん、すごいお願いします喋ってもらっちゃって大丈夫なんでみたいな、うん、いやいやなんか台本とかあるんですけど、うん、これ無視でいいんだみたいなねお任せしますいや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 トムさんが隣にいたけどどうしたとえ、うん、マジかやっちゃってくださいみたいなさそんな力ないけどしかも初めてで勝手も分かんないのにそうなの人の番組だしさそう、うん、さすがに進行はできないしさいくらなんでもそうなんだよしかも岸さんいるはいるからさそうなんだよ ねおかしいじゃんね岸さんいる中でさうちらが進行し始めるってちょっとおかしいからさそうなんだよねだからわーってなって、まあ、一応だからその要所要所の進行は岸さんにしてもらって、うん、なんかこう頑張って喋るみたいなのそうだよねやったけどだって左右に司会者がいるような感じだったね本当にそうだったよなそうだねいやなんかどこまで喋っちゃって、まあ、声がねやっぱり仕事の人ではあるからさ、うんうん、あんま無理させるのもやっぱりあれだなと思って、うん、みんなでだからみんな必死に喋ってたけど難かったよな難しかったねむずい結果的にしちゃったんだけどその質問とかも岸さんにしたいことたくさんあるのにあったねその どうしようかなっていう迷いが収録中すごいあって、ね、これ聞いて、ね、でも聞いてると喋らせちゃうけどなそう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 聞いちゃったんだけどいろいろあったんだよ、ね、聞いたけどね他にもね聞きたいこといくつかあったんだけど、まあ、またの機会だなっていう感じ、うん、聞かないとねちょっとおかしいなっていうのもあるし、うん、そうね、うんそうね、なかなかだったな最初のさ、うん、ちょっと一くだり あったじゃん台本に書いてあった通りにやったけど、はいはいはい、あの一くだりはどうだった俺はさそのもうかけるやつ、ね、そこは飛ばしたの俺そこにあその
飛ばして見ているんだけど、うん、あの一下りは大丈夫だったのかな。いやでもラストのあの下りを知らないとマジでなんだろうっていうような感じだとは思うけど。そうだよね、うんうん、あれそうだよね、あれは台本に書いてあった通りに僕はやりましたから。そうですね、皆さんもそうですけど、こう、うん、そうだね、そこだけちょっと気がかり、今でも気がかりかすごいよね、手錠をかけて、うん、そのそなんかね一言喋って、うん、5秒カメラ目線くださいって書いてあったよね、うんうん、あそこ俺小声で、まあ別にここも何ならなくてもね大丈夫ですけどねみたいな、うん、チロって言ったんだけど、うん、ダメだった、ダメ、全然普通に通ったね全然ダメだった、うん、まあでも楽しいね経験をというか機会をいただいてね、楽しかったね。そうですね、本当に久しぶりにお話できたからよかったな、うん、いやあれさ、うん、久々にあのあまあ俺はちょこちょこあるんだけど、その メイクしたじゃないですか、始まる前に。そうだね、メイクした、メイクがさ、うん、なんかドンさんちょっと俺に聞いてきてあのさなんかゴニョゴニョやってたよね、そうそうそう、俺は別の場所でやってたからさ、そうなの、ちょっと分かんなかったんだけど、俺一番最初についてちょっと早くついちゃって、うん、であまあでも先にメイクやってますかみたいな感じになって、うん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 、でメイク始めたの、うん、で最初も顔からポン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 でやってってさ、はい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 、いい感じになってって、うん、で次眉毛やりましょうっつって眉毛もまあビャーってやってたんだけど、眉毛がさ最初さめちゃめちゃ今の眉毛の2倍ぐらいの眉毛になって、濃くされたってこと、それはめちゃめちゃ濃いしめちゃめちゃ太い眉毛になったの、あのさ白い犬にさあ眉毛描いちゃう、眉毛描いてぐらい濃かった、すんげえ濃くなって、バカ殿様みたいな感じだじゃん、ちょっとそう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 、と思って、俺こんなじゃないよなと思って鏡見ながら、はいはいはい、どっちかっていうと俺の眉毛ってかなり薄いのよ。そうだね、まあ薄めではあるよね。だからなんか写真とか撮ると眉毛ない人みたいに見えるぐらい結構薄いの。そんな人が急に眉毛すげえ濃くなって太くなって、うん、本当鏡見る限り別人でさ、でもなんか眉毛濃いですねってすぐそこで言えなくて、うん、どうしようどうしようと思って、でもこれ行った方がいいよなと思って、これでこのままその撮影開始して動画を後でみんなに見てもらった時に絶対笑われると思って、うん、なるほどね、ドンさんどうしたってなると思って、でまず近場にいるペイさんに聞いてみようと思って、うんうんうん、そうだね、すぐ後ろにいたであの見えないんだけど、うん、斜め後ろにいたから、うん、ドンさんの顔も、うん、その正面の鏡も見えなかったから俺全く知らんかったんだよね。そう、うんうん、だからちょっとすみませんっつってあの俺っていつも通りってペイさんに聞いてなんだその質問俺っていつも通りかなって聞いたら、いやまあどちらかで言えばいつものドンさんではないねって言われて、ね、そうだよねっていう、ね、そうでもそれが良かれと思ってやっぱやってくれてるからさ、メイクさんとしてはね、でも照明が当たったりとかいろいろあるからっていうのでやってくれてる可能性ももちろんあるわけで、何それとかって言えないからそうなのそうなの、そうだから笑えないというか、いつも通りではない、なんか最近の流行りっぽい感じみたいな、でちょっとうん、あでちょっと相談なんですけど、僕、うん、いつも眉毛薄くてって話をして、うん、で、まあ、急に多分この濃さだともしかしたら視聴者の方に違和感出るかもしれないんですよって言って、うんうん、でも、うんうん、もしもそのカメラの前に立って照明とか当たった感じですごいいい感じになるんだったらこのままでもいいんですけどっていう話をして、あ回った上んな言い方をしたそう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 、いいんですけどいいんですけどっていう話をしたら、でしたらもう少し落としましょうかみたいに言ってくださって、そうですねっつって、もう少し落としてでカメラに映っていただいてそこで判断しましょうかみたいに言ってくださって、はい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 、あじゃあそれでお願いしますみたいな感じで、なんとかまあまあまあ極太は回避、極太回避か、うん、をしてとりあえずは良かったんですけど、あ確かにそのメイクは慣れないから、うん、やっぱ鏡の前で改めて見るとはなあみたいな、その何がだから正解でさそうだね、そのね眉毛は違うとか分かるけどさ、うん、肌とかも分かんないじゃん、うん、そうだね、光が当たるし、うんうん、どうなんだろうみたいな感じで、そうなんだよ、ね、俺もだからドンさんの次に同じ人にやってもらって、うんうん、で俺あ帽子かぶるんで眉毛のとことかは大丈夫ですって言ってさ、
こんな感じでやるんで、その前髪だけなんかこう軽く固めてくれるだけで大丈夫ですっつって、はいはいはい、だから顔の色ちょっと変えてもらって、なるほどね、そう、それぐらいだったけど、なか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 、まあ、やっぱ慣れないというかね、いい経験したよね。でもなんかちょっとマッサージしてくれるのいいね、あれ最初にね、あ、いいですよね、なんか血を流してくれるじゃないけど、そう、血行くリンパをね、血流をね、まあ、あ、ちょっとあったな、俺も濃かったんだ、あれあれは濃いんだね、ファンデーションっていうやつが。ファンデーションね、ちょっと分かんない、正解が本当分からんから、正解分かんない、ね、分かんないよね、まあまあそんなもんなんだろうなって思いながら、そうね、なんかイベントとか出ると最近多いね、メイク、メイクさんついてくれるの。ああそうか、ドンさんは結構またね、人前出てるからね、うん、大きいところになればなるほどさ、企画的に多分メイクさんつけてくれると思うから、うんうん、そうだね、増えてきてんだろうね、機会がね、どんどんね、うん、あ特にでかい舞台とかだとやっぱどうしてもメイクつけないと照明で顔こんじゃうから、あ、そう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 、うんうんうん、どうしても、ね、暗くするみたいな感じなのかな、そうしないと逆になんかその何も分かんなくなっちゃうみたいなのがあるっぽいから、ね、難しいところですよね、ですね、なるほどね、こんな感じでございましたかね、はい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 、うん、まあそんなのがあったりとか、うん、かな、でもそんなもんか、あとはまあこれもそうだな、まああれ、まあペイさんが言う、うんうん、なんかあるのかないのか思いがあるのかな、いや、まあまたまたというか、うんうん、俺が昔から好きな、本当に高校とか専門学校の時代から好きなさ、うん、バンドのさ、うん、まあちょこちょこ名前は出させてもらってる、うん、ダストボックスっていう、はいはいはい、はい、そう、そこのベースの人がさ、あ、まあ CD アルバムを出して、うん、でそれのツアーをずーっと回ってて、はいはいはい、でツアーファイナルがまあ東京でありますと、うん、これよかったら来ませんかって言われて、うん、俺マジかよ、行きたかったなみたいな感じで、まあ2人にも聞いて、ドンさんはちょっと予定があったから、そう、連絡いただいたんですけど、うん、ちょうどあのコラボ予定が重なっちゃって、はいはいはい、で何時からですかって聞いたりしたら、ちょうどやっぱかぶってて、うん、どうしようもないもんな、いやーごめんなさいっつって連絡返したんだけど、うん、そう、行けなかったんだよね俺と、うんうん、でまあ鉄塔さんどうですかっつって、うん、鉄塔さんまあもう言ったらついてきてもらっているようなもんですよいや、もちろん俺も行きたいは行きたいって思ったけど、うん、そのペイさんがなんかどっちかが行くなら行こうかなみたいな感じのニュアンスだったから、うん、うん、おやっぱちょっと俺が行かなかったら行かねえつもりかと思って、はいはいはい、いや、そんなこともなかったかもしんないよそんなこともないんだけど勇気が出ないみたいな感じだったのかなと思って、まだね、さすがに勇気、一人でね、なんかその行くいいじゃん一人で行くの超快適だと思うけどな、うん、そうだね、うん、それはそれで、うん、まあまあ俺もね、ちょうど前回も行かせてもらったっていうのもあるし、うん、そう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 、ぜひぜひ楽しんで、ね、でまた二人で行ってさ、うん、で場所がなんてとこだったっけ、ね、歌舞伎町タワー、うん、うん、歌舞伎町タワーっていう新しいとこだね、そうそう、トイレでちょっと問題になってるあの歌舞伎町タワー、あ、そうだね、うん、トイレは入んなかったけどの、はいはいはい、地下にあるゼップ新宿だったかな、かな、うん、ゼップ新宿なんだね、すごいな、新しいところで行ってさ、うん、まあ、うん、まあ、それ楽しみにしてたんだけどさ、本当行く1時間ぐらい前に連絡来て、うんうん、今日その俺ら招待っていう感じで、うん、ちょっと違うところから行って違う回で見れますみたいな、うん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 、ゲストだね、そう、ゲストで行ける感じだったんだけど、うん、なんかそのパスにもいくつか種類があるらしいの、うん、もらえるパスだね、ゲストパスみたいな、ゲストでここで見れる、ランクっていうのかね、なんかあるよね、ランクがあるらしくて、うん、で俺らその一番上のトリプル A 出してるんで、うん、いつでも楽屋来れるし、うん、なんならステージも上がれますみたいな感じで言われてさ、すげえ、うん、すごい、何かすげえのもらったなと思ったら、その次にさ、じゃあ楽しみにしてますねっつったら、うん、あのライブ終わったら写真撮るんでステージに上がって一緒に撮りましょうよみたいな、すごい、申し出あったんだよね、そう、うん、ではステージ上がれるんだと思ってさ、うんうんうん、でもちょっと待てよ、さすがにお客さんがいるところでの写真じゃねえよなみたいな、ツアーファイナルでワンマンだし、うんうん、
これじゃねえよなみたいな感じでちょっと聞いたらさ、うん、いやいますよみたいな、はいはいはい、でなんかみんなで集合してなんかやっぱ友達と一緒に撮りたいんだよみたいな、ちょっと友達って言われて嬉しかったんだけど、はいはいはい、撮りたいんでぜひ来ちゃってくださいよみたいなさ、うん、もうそれで急にもうさ緊張しちゃってさ、そこからそれ見てな、ね、見てない時でしょ、見てない、見てない時、これから見る時だよね、そう、うん、でライブはライブしてるさそのバンドの やつでさ、ツイッターとかでよくさその、うん、ライブが終わったらさよくすげえさ画角が広いさ広角カメラでさ、うん、お客さんをバックに舞台上にこうなんか演者が寝そべって ね、うん、よく見てはかっこいいな、うん、よくあるやつだね、みたいな、うんうん、あれに出るんだと思ったらもうとんでもなく緊張しちゃってさ、そうだね、でまあ鉄塔さんにも言って、鉄塔さんもマジでって言ってたけど、うん、まあ言うよね、そうだね、でもまあ断るのもちょっとなんか呼ばれといて断るのもちょっと難しいなっていうのがあって、いい経験だからと思ってさ、いや分かりましたみたいな感じで、でまあライブが始まってね1時間ぐらいか、うん、いや良かったですね、やはり、まあ、昔の曲もやったり、うん、面白かった、ジョージさんとそのお客さんすごい声を出していい感じに、まあ、なってるわけじゃないですか今ライブって、ね、うん、だからさお客さんがさそのジョージさんに対してなんか言うの、うん、ジョージさんもうるせえみたいになってさ、うん、そのやり取りもさすげえ面白くてさ、そうだね、いいですね、うん、本来の姿に戻ったって感じだね、まあ、うん、それでまあ俺らどのタイミングでどこから何どう行けばいいんだろうみたいな感じでさ、うんうんうん、ちょっとそわそわしながら一回その裏まで歩いて行ってうろうろしてたらどうなさいましたみたいになってさ、完全に不審者だったよね、うん、俺ら二人ね、そうだね、全部、まあ、一通り終わって、うん、アンコールのタイミングになったら舞台の横に来てくださいみたいなアナウンス一応入る時にされてたのよ、そうで一回そのアンコール一回はけて、うん、バンドの人たちがで、うん、あ終わったんだじゃあうちら行こうかっていうので、うん、でもどっから行くのかも全然分からなかったの、全然分かんない、そうで、まあ、なんとなくそうこっから行けるんじゃないかっていうところをこうなんとなく行って、うんうん、なんとなく階段降りてなんとなくもうキョロキョロしながらいたらそのなんかスタッフの人が どうされましたみたいに声かけられて、うん、いやここパス持っててそれであのそうまずはそこから言われたんですけどみたいな、あーなるほど、まあじゃあ最後の方にここにいていただけたらいいんでみたいな説明を受けてようやくあここで合ってるんだみたいな感じだったんだけどさ、おー、うん、でカーテンコール終わってで、うん、やっぱそのうちらだけじゃないのよ、舞台上に上がる人たち、ね、そうそう、そのお友達たちが途中でも説明があったのかな、うん、その上に、あのその2階席みたいなところでうちら見てたんだけど、うん、そこに今までの仲間が来てくれます、うん、あの説明があって、バンドでね、そう、うん、ツアーで一緒に回った人たちがいますで、2階にはだからそのバンドの、まあ、っぽい人たちがさ、うん、わーって手振ってて、うん、その人たちが舞台に上がるのよそう、今までツアーを一緒に回った人たちと友達に撮ってるの、はい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 、そうだからみんなの格好がやっぱバンドマンっぽい格好なの、うん、で俺とかペイさんとかでもほんとすげえほんとに一般人の格好で、うん、まあダストボックスの俺はパーカー着てたしペイさん T シャツ着てたからそうダストそうなんだけどやっぱすごい普通の格好で、うん、やっぱ違うちょっとやっぱ違うよね、全然だからその本当になんかオーラが違ったね、あああバンドマンのオーラってあるなみたいな、そう、まあ、そうな、ちょっとなんかやんちゃっぽいじゃないけどさ、うん、はいはいはい、はい、偏見入ってるけどなんかこうウェイっていう感じがちょっとあるみたいな、その中でこうだからすごい縮こまってたな、ずっと縮こまってたね、うん、なるほど、ちょっと待って、いやでもすげー、今途切れてんの、途切れたか、あまたまた来た、また来た、待っちゃうぜ、またですか、どうなるのよ、どうなってるんだ一体 YouTube ですね、壊れてしまったのか YouTube は、あ、まあ、でもあでもなんかこれはなんか問題なさそうだけどな、治ったか、うん、治ったっぽいね、治ってますかね、うん、大丈夫だと思う、はい、プツプツしてるっていう話はありますけどね、オーケー、オーケー、大丈夫そうです、まあそんな感じで
そうね。まあいい経験しましたね。いやいいな。俺結局2回行けてないんだよね。そうだよね。前回がさ何年前だっけな。で結構前だよね。結構前あれもそう。コロナより前？4年ぐらい前なんじゃないかな。だよね。3年か4年前か。うん。そう、それも見に行けてないんだよね。そうだね。もうタイミングが合わずっていう感じだったけどね。そう。ちくしょう。お先にちょっとゼップの舞台上がっちゃいましたし。そうだね。ゼップ新宿、あの新しい箱。そうだね。ステージ上がれんのすげえな。そう。俺らそのツアーファイナルにもまあ出ちゃったみたいな。出ちゃったね。ありますけどね。いいなー。でも舞台上がるときは本当に緊張したけど、そのジョージさんがこっちこっちってやってくれて、なんかお客さんに向けて僕の友達も来てくれましたみたいな説明わざわざ入れてくれた。わざわざね。もう明らかにパンピーだから。なるほどなるほど。ちょっとだ近くにそうやってもらって嬉しかったな。え、楽屋とかも行ったの？いや。あのね、そのまま、いや、ああそうですか。あのね、そうすか。いや、ドンさんなら分かってくれるかもしれないけど、楽屋前の道のところに。ハワイアンシックスの畑野さんとかがいたの。おお、なあーそれ無理だなで、うわうわと思って、そのままそこだから曲がったら多分あの楽屋の方だったんだけど、はい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 、おすげえ本物だって思いながら、まっすぐ行って、まあまあまあわかるな。そうね。で、ディジーサンフィストとかさ、あのヘイヘイスミス、とかのあのボーカルの人とか、もういっぱいいてさ、有名な方たちがね、だからね、仲いいとこのバンドがね、なるほどなるほど、そう、近しい人たちで、だから盛り上がる感じだよね、すごいね、うわいるいると思いながら、俺もそれ行けないですね、そのまままっすぐ行って、じゃあまあ帰りましょうか、帰りましょうっつって、まあそのまま帰る道で、あの一応ジョージさんには一応あのいっぱい人いましたんでここで失礼しますっていう連絡はしたけど、いやすごいね、なんでここにいるんだろうって思い続けたね。なるほどね。そうですね。今素敵なライブでございました。最初一番最初にさ、そのゲストですって言っても、あのなんだ、その会場に行くまではあのその一般の方、ゲストじゃない人たちと同じ道でさ、普通に二人で歩いてたら後ろから、あ、テトさんみたいな感じで言われて、そうで、あの俺ら知ってるなんかいた、三人称知ってる人がいて、いや絶対来ると思ったって言われてた。へぇー、言われてたね。そうだから、ちょこちょこやっぱいてくれたっぽいね。なるほど。いい経験でございましたですね。いいですね、いいですね。羨ましい、普通に羨ましい。いや、ちょっと次はやっぱ3人で行きたいな。いや、そうなんですよね。3人で行きたい。いや、行きたいんですよね。前日だったかな、連絡くださったのが。そう、そうだね。予定決まっちゃってたんだよね。くそーってなった。もうちょっと次はまた、まあアルバム出してツアーとか、まあ他の時、普通の時でもいいしね。なんかもしタイミングがあったら、そうだね、ちょっと普通の時にでの方が行きやすいかもな、もしかしたら。挨拶がてら、行きたいですね。行っても良さそうっすよね。っていう感じで、まあもうだからそれが2週間前か。もう1週間前は俺は本当に何もできなかったから。そうかそうかそうか、そうだよ。まあまあそんなようなことがありましたよっていう感じか。うん、ですかね。なるほどね、なるほど。この2週間どうでしたかっていう感じで、まあまあまあこんな感じ、ペースはそんな感じか。どんさん特になんかあるかい？特にかな、まあそんなに変わらずかな。この期間はでも結構いろんな人と遊んでたなっていうような感じかな。なんかそのイメージあったね。なんか夕方からさ、あの誰かとやって、夜からこの人とやるんですみたいなさ。そうね、そうだね、結構なんか重なったりしてたね、予定がね。結構そのまあ俺が誘った人もいたんだけど、ありがたいことに誘ってもらうのがあのラスト以降結構増えて、それがちょうどこうポン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 って入っちゃってたみたいな感じのがあったかな。でまあペイさんもお休みだっていうのもあったから、あ、じゃあまあここいられるかみたいな
感じで入れてたって感じかな。そうね、いつもは3人で放送しようみたいなのは、そうそうそう、なんかこうある程度決めて1週間動いてたりはしてたけど、うん、できなかったからねそれね。ですね、なるほどね、うん、でもその中コラボの中でも3人でできそうな、まあ、ラストとかもね、うん、なんかできそうな感じの話を聞けたりだとか、はい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 、うん、他の人も、まあ、違うゲームでなんか遊びたいっていう話もしてくださってるんで、うん、またなんかいい、うん、みんなでできる機会があるんじゃないでしょうか。なるほど、うん、なるほどな。ああそうだ、それ以外にもあれだ、まあこれ前にも告知は一応したけど、あの、はいはい、本ゲーミング英会話が出たで、うんうんうん、まあ、こちら、ね、まあ、もし届いた方がいたらぜひ楽しまれてくださいという感じと、うん、一応なんかその音声特典みたいなのもね、特典みたいな、どうなのか分かんないですけど楽しまれていたらいいですね。そうですね、ですね、あの音声も大変だったからね、ああ一回撮れなかった、一回撮れなかった、あのドンさんがさ何週か前でさ、うんうん、あの雑談で話してた俺がやっぱりおかしいみたいなさ、うん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 、やっぱこいつが機械をダメにするみたいな話してたでしょ。してたしてた、あれがあれがこれだね、あれがそれだ、これの俺の声しか取れ、うん、俺の声以外は取れてんのに、そう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 、俺の声が全然取れてないっていうのがあれです。うん、そうあれなんだよね。取り直してるね。あれ取り直してるんですよ。取り直したんですよね。あれの取り直し、うん、なかなかだったよね。俺マジ1回目の方が良かったんだもん正直。みんな手応えあったからね。そう、うん。そうだね。それなりに。まあでも上手にやってますよ。うん、そうだね。上手でした。本当ですか、よかった、そうなんですかね、まあ、そういうのもついてるんですね。でなんか他のなんか本屋さんによっては何かがついてきたりとかするみたいだね、うん、何かがついてきたり、うん、なんかどっか大阪のちょっと情報あんまり追っかけてないんだけどなんか、うん、あるんじゃなかったっけ、ポストカードみたいなやつなんか、あるはずだけ、紀ノ国屋梅田さんだっけな、梅田本店さんかな、いつもよくしてくれてるんだけど、うん、そこは、うん、なんかあると思う、なんかプラスでもらえたりとかっていうか、そうそうそ う, そうポストカードかな多分、うん、とかそう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 、あるそうね、あるそう、まあ詳しく調べてください、そうですお願いしますポツポツなんかそうツイッターで出回ってました。なるほどね、はい、うん、さあ、はい、最近ちょっとね、うん、思うことがありましてさ、お思うことがある、まあ、ちょっと今日聞いていただきたいことがあるんですよ。何悩んでんの、悩んでるという、まあ、悩んでるわけじゃないんだけど、うん、で、まあ、誰かをこう糾弾したいということでもないんだけどあそうですか、あなら、ならまあまあよかったですけど、さ時々俺さその、うん、深夜雑談っつう風に目打ってさ、はいはいはい、やってるね、深夜にこう顔を出してペロペロ喋ってる時あるんですよ。これもほんと不定期で言ってるけど、ペロペロ、うん、そうペロペロしてる時に、うん、まあほんと深夜に関わらず結構 何千人とか見てくれてさ、うんうんうん、まあありがたい話なんだけど、うん、この間やった時にね、うん、まあこれは俺のせいなのかそれともカメラが良すぎたせいなのか、うん、結構そのビジュアルを褒められるコメントが結構あったのよはい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 、なるほど、多く見られたのがそのビジュアルが爆発しているという表現だったんだけど、はいはいはい、ビジュがね、多分ねこれ流行ってると思う、ビジュが爆発しているビジュね、そうなのか、はい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 、でまあ褒められてるのは嬉しい、そこはまあありがとうなの、うんうん、ただそので、俺その深夜の雑談でさ結構コメントそのチャット来てくれてる人のチャットとこう会話してるみたいな感じ、うんうんうん、でまあ楽しんだりで相談乗ったりだとか、まあなんか俺こういうこと最近映画見たよっていう話をまあしてたりするんだけど、うんうん、そういう話している時にもこうビジュアルが爆発しているってコメントがポンって流れるわけ、はいはいはい、でこれがまあ何度かあったのよ、うん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 、で同じ人じゃ多分ないと思う、これちゃんと調べてないからあれなんだけど、うんうん、でまあずーっと俺の放送を見てて、うん、その急に降って あ爆発してるって思ったわけじゃないと思うから、うん、多分パンって放送ページ開いてあと思って書き込んでくれたんだと思うの、うんうん、だからこれまあでこれの時に俺はまあ褒められてるけど、うん、ちょっと嫌だなと思ったの、うん、その
でもまあ褒めてくれてるしと思ってその時は流してたんだけど、うん、後々になってちょっと思い返してもまあやっぱりやだなって思ったから今言ってるんだけど、はい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 、これ何が嫌だったかさ、その、うん、要はソロコメントって何の前のつながりとかも分けまえないっていう言い方あれだけど、独り言みたいにポンって書いてる流れとか全く組んでない違う喋りをしてたんだよね、うん、その時発言なわけじゃん、うん、だから、うん、普通に例えるのはもちろんおかしいけど、なんか会話してる時に急に横にパッてきて、あ、爆発してるビジュアルがって言われるのとまあ似たようなことなんだよね、うんうん、そうそう、だからちょっとなんかもうちょっとこう TPO というかなんかこう独り言を書き込む場所じゃないんだよなみたいな、前後の流れがあってコメントしてほしいなっていうふうにちょっと思ったんだよね。あ、まあでもそれはそうだね、うん、まあ最近も特に思うけどやっぱちょっとそういうの多いなとは思う。結構これが要はその時でも俺が何度も思ったってことし、な結構目立つようになってるなみたいなふうに思って、うん、結構でも俺、これ、ね、いつだったかな、うん、俺が覚えてるのはね、PUBG の時に一回ね、そういうこと言ったことあるんですよ。めちゃめちゃおかしいでしょ、結構前からね、あったんですよね、そういう、その、はいはいはい、なんでしょう、うん。まあ、僕らゲームしてるだけのおじさんですけど、本当ありがたいことに、うん、こんな僕らでも、うん、まあ、かっこいいだの、かわいいだの、あ、うん、りくださる方たちがいるわけなんですよ。ありがたいことにね。ありがたいことに。うん、なんだけど、その PUBG とかやってる時に、そのかっこいいかわいいがコメントでちょっとちらほら出てきちゃってて、その、うん、なんでしょうね、ちょっとなんか違うなと俺はその時に感じて一回言ったことがあったんですよね、うんうん、あ、はい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 、うん、なんかうちら そういうんじゃないよっていう、うん、そうだね、そういう感じの人たちじゃないと、あと、うん、まあそこでさえも、うん、まああれだもんね、別にその配信とは全く違うもんね、うん、流れ的にも、まあまあそうだね、うん、ゲームしてる流れではあるから ね、うん、そうなんだよね、まあそう、うちらは、まあまあ、おじさんだっていうのもあるんだけど、うん、で思っていただけるのはありがたいんだけど、もうちょいこうなんていうかな、まあ、流れ、とにかくまず流れをちょっと組んでほしいかなってその時は結構強く思っちゃって、うん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 、もう本当いや本当嫌だなって思ったんだよその時に、うん、これ好きじゃないな、まあまあ、この感じみたいな、うんうんうん、褒められてんのはありがたいことだし、まあね、悪い意味ではないんだけど、でもまあこれ嫌だし、うん、なんか知らん人が見たら嫌な気持ち悪いと思うかもしれないなとかも考えちゃって、そうだね、ちょっと嫌だなって思ったのと、うん、でね、それに加えてちょっとこれはというふうに目立つなって思ってきたのが、うんうん、例えば、そういう動画のコメントとか、うん、メールにもあるんだけど、うん、私はちょっと性的な目で見ていますとか、あーメールとかだと、うん、この間夢に出てきて抱かれましたみたいな、ありますね、メールが届いたりするのうちらにいたよ、うんうんうん、でこれはそのあの自由なんだよそれ、夢見たのは俺らには何もできなくて自由なんだけど、そう伝っちゃダメじゃん、言わなくあのね、言わなくていいやつなんだよね、うん、これ正直逆だったらもうめちゃくちゃ気持ち悪がられるやつだから、いやそう、男性に対して女性が、じゃあ女性に対して男性のファンの人がこういう風に夢に出てきましたとか、めちゃくちゃ気持ち悪いから、うん、ちょっとまあこれ思い当たる節がもしあるって人はもうちょっと考えて、のチャットとかメールを送るべきだし、うん、割とそう、割と気持ち悪いなってあの普通に思ってるよ、そうだね、あの ね、それは別に俺らもう言う必要がない、今までは言う必要がないと思ったから流してたっていう部分あるけど、結局気持ち悪いよね、そうだね、まあさっきとはちょっとね話が変わってはきてるんだけど、うん、まあ何にせよなんだよね、何にせよちょっと一旦落ち着いて、え、じゃあ話が変わったついでに俺ももう一つあるのあるんだけどいい、うん、別にもうこの際いいでしょそしたら、はいはいはい、まあまあまあ、はいはいはい、どうぞ、なんかお母さんが増えてきてないと思ってんの俺、お母さん、お母さんみたいな、あ、心配なのか分かんないんだけど、あ、多すぎないと思って、うん、過剰になんか俺らを心配するとか、それが別に体調とかじゃなくて、うん、なんかその俺らのお母さんは
今の感じで言うと、まあ、そう保護者が保護者みたいな、なんかさ他の動画のコメントで俺らが出てたらさ、うちの三人称よろしくお願いしますみたいな、俺それ見た途端にこの人は俺らの何なんだろうって思うぐらい意味が分からなくて、これを言ったらそのどうこの人は何を思ってこの文章を打ったんだろうっていうのも疑問に思うし、それで誰かが得すると思うのかなっていうのも思ったの、普通に。そうだね、うちのお母さん美恵子でさえもそんなよろしくお願いしますも言わないし、別に俺らもお願いされるつもりでやってきてるわけじゃないし。ああそうね、まあ確かにね、だからその、なんていうのかな、まあファン心理みたいなところもまああるとは思うのよ、そういうのって、なんかうちらのことをまあ思ってくれているからこそ、だとは思うけど、例えばその三人称はこういうのこうだからみたいな、ちょっとな取り扱い説明書みたいなのそうなんか頼まれてないけど説明しちゃうみたいな、なんかすいませんみたいなさいやいやいや何俺らの知らないところで何謝ってんのみたいな。そうね、まあそれもあるね、まあそれぞれはちょっと違う問題ではあるんだけど、そうですね、まあでもそうね、最近だからちょっと、まあ確かにいろいろ目立っちゃっているなっていうのもあるし、それが他の人のところでやるわけじゃん、そういうのって。いやそうなんですよ、そうするとさ、やっぱ他の人、例えばコラボ、ドンさんがよくコラボしてたりするけど、その人からするとなんかちょっと怖いっていうかさ、なんかなんだろう、本当にだからプラスに思ってやってくれてるんだろうけど、まあはっきり言うとプラスになることなんてそれ一つもないし、ないんですよね、まあ、確かにそうだね、別に言わない方がプラスだから、マイナスじゃないってことかね、だからまあ本当にいいんだよね、そっとしておいてもらうっていうか、その放送自体を楽しんでもらえればいいかなっていう感じが強い。確かにそうね、その自分がどうにかして紹介したいっていう気持ちも本当に分かるんだけど、まあ大丈夫よみたいな。そうね、うん、視聴者が増えてきてるから起きた問題っていうよりかはね、昔からあったけど、 そうだね、うちらがはっきり言ってこなかったからこうなってると言っていいと思う。そうだね、うん、こういう、うちらはこういうの嫌だよっていうのは、まあ動画一本出したりはしたけど、やっぱそれだけじゃね広がらないわけだし、分かってる方は分かったけどね、まあ言ってかなきゃいけないというか。そうね、だからちょっと今後ちょっと、まあそのここでだからそういう時にそのコメントした人とかを糾弾するみたいな流れにはなるべくしたくないんだけど、そのだからそういうコメントが例えば見た時あった時にこれを聞いた人が、おいそれやめろよ殺すぞみたいな、のにはならないで欲しい。そうなんだよね、俺らが言うからこれは俺らが言うことで、だから今後はだから言って、そうまあ言っていこうよというか、俺らも言ってこなかった、スルーしてるからこそ俺が言わなきゃみたいな人がまあいてくれたんだろうけど、そうまあやっぱなんか変じゃないこの今チャットの流れとか。そう、今まではねやっぱちょっとチャットって自由なものでもあるし、あまりルールをね、縛ってしまうと窮屈になってしまうからってことで、そのあんまりね言ってこなかったっていう、まあうちらの甘さみたいな。そうね、なんかやっぱね、なんかニコニコから始めてたりすると、そう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 、あのコメントをねやっぱ自由にさしときたいっていう気持ちがあったから、昔のそのペチャンネル過激派っていう言葉があるように、何でも言わせておいとか、っていう流れとかあったんだけど、だからまあそのそれを他の人が見てて、俺らはその流れとか、まあ例えばいいとしても、なんか他の人も見てんだよなっていうのはやっぱちょっとずつ思って。そうなんだよね、それはそうなんだよね、それはね全部に多分一貫してることだな。そう、俺らを知らない人も見に来てくれてるのに、なんかんこれ動画となんかコメント全然違うなとかさ、なんかビジュアルどんだけ言ってんのとか、まあ、さほどなのになみたいな。いやそうなんだよね、そうなの、そうだね、そうだからちょっと、なんかまあもうちょっとちゃんとしようっていうふうに俺は思った。そうですね、だからさっき言ってたペイさんのお母さんが
増えたみたいな話もさ、ついもうほんとついこの前コラボした時に、うん、その三人称さんのファンの方がよく来てくれるっていう話をその方はしてて、うんうんうん、で三人称さんのファンの方々のコメントすぐ分かるっつってどうもいつもお世話になってますみたいな感じの雰囲気な、お母さんみたいな雰囲気の人たちがよく来るって言ってたの、うん、それを聞いた時にあらうおーってなったね。あのさ、どっから来ましたってさ、うん、言うのってさ、うん、何なんだろう。そうね誰々から来ましたみたいなやつって、あんまり視聴者さんはまあどっから来たよっていうのは、まあ、伝えたいのかもしれないけど、やってる側からしたら別になんかさほど重要なものでもないし。そうね、ただ本当一見てくれてる人みたいな感じで、うん、そうね、そう いらんよな。あと未だにおかしいなと思ってるのは、俺が行ってないのにその、うん、他の配信者さんのところに行って、うん、俺のまあ名前、俺の名前も言ったりもしてるのも、そのなんだろう、俺ドンさんの名前はセイジだよっていう情報を流してたりだとか、でそういう情報を流すと、そのコラボしてる相手の人はさあ、うん、えこれ拾っていいのかなみたいな状態になるじゃん。でも中にはまあそのまま拾ってくれて、うんうん、えドンさんってセイジって言うんですかみたいな、うん、あそうですよみたいな感じで、えなんで知ってるんですかみたいなことになるじゃん。なんかコメントにあったんですけどみたいなことになって、説明書だよね。でまあこうこうこういういきさつで、こういうあれがあってバレたんですよみたいな説明になるんだけど、でまあ笑ってくれたりもするんだけど、まあそもそもおかしくて、それそのこと、それがその他の配信者さんに俺の名前を言ってるってこともおかしいし、だってその流れになるはずじゃなかった流れだったかもしれないしね。そう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 。でもっとひどいのが、俺の親の名前まで言ったりしてる人いるの。へえー、どういうことなのそれ。お前その親族なんじゃねえかそれ父と母は茂と美恵子みたいなことも普通に言っちゃったりするの。まあ俺がこうやってガンガン言ってるんだけど、でもさ、俺が言うのとそのね、そうだね、俺が違う場所で違う人に言うのは、ね、それは意味が違うからね、ちょっと全然違うじゃん話が、うん、そうね、そうだから、それはちょっと違いすぎるよなと。いや現実問題、現実でさ、うん、そういう話し方をしてるならしょうがないけど、うんうん、してないでしょ9割方の人そうやって。そうなの、そうなの。だからやっぱりそのこれはコメントのある特定の人たちは、うん、自分そのコメントっていうのが自分のものというか、うん、自分がなんていうかな、作ってるものだってちょっと思ってる節があるというか、うん、それによりこう良くなるでしょうって思っちゃってるんだろうね多分ね、うんうんうん、でもそれは大多数の人にとっては全然関係のないコメントだっていうのをあやっぱ気づかないといけないよな、うんうんうん、だからまあ俺らの配信だけじゃなく他のところでもし配信してるなら、本当にそのやってる動画というかあれか放送にこう、うんうん、なんていうのかなやってる流れでコメントしていかないといけないよね。あそう、だから内容、うん、結構その他の方は概要欄とかしっかり見るとちゃんとルールが敷かれてて、うん、だいたいは、まあ、あのはその話話題が出てないのに他の配信者さんの名前を出さないでくださいみたいなことは絶対書かれてるんですよ、うんうん、だからそうなってくると三人称から来ましたっていうのもいらないんだよね。いらないね、うん、その本人が話してたらまあ言ってもいいのかもしれないけど、そうね、うん、基本的にはいらないですね、そういうのね。そうね、ラストの時とかは結構気をつけて書くようにしてたけど、うんうんうん、まあそれでも書くだけじゃないっていう感じなんだろうな、ちゃんと言っていかないといけないし、うん、流れ一回切んなきゃダメかもね、うん、そう気をつけないとなって感じだな。だからうちらはちょっとだ、うん、そういうのがあった時にはちゃんと伝えるっていうことをまあ心がけていく、うん、コメントでも全部読めてるわけじゃないか、ちょっとあれなんだけど、いや流しちゃう、そうなんだよ、パッと見た時にもう流れちゃっててしてたらもうあれだからちょっと難しいんだけど、うん、多分ねその人の心情を考えるに、なんか両方ファンの人とかも多分いると思うの、例えばコラボしてる全員がファンだと、うんうんうん、
全員追って見てる、うん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 、でその3人が揃ったみたいな、でもうサンマとして見てますみたいな感じで、うん、もうちょっと興奮しちゃってチャットしてる人も中にはいると思うんだけど、はい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 、一旦落ち着いてくれ本当に。そうだね一旦落ち着いて、そうだね、全部のうちらの放送も含めて全部の放送が、うん、そのコメントをし、その変なコメントをしようとしてるもの人のものではないから、そうなのそうなの、そうそうなんだね、それぞれにそれぞれのルールがあって流れがあってっていうのがあるんで、それを踏まえた上でコメントやっぱそうするべきだと思うし、うん、だからちょっとこうあって思う、思い当たる節がある人はねちょっと考えてほしいなって感じかな。そうね、だからまあ流れでその流れやだよみたいな、うん、中心にもしね今後なっちゃったとしても、うん、まあ多分気悪くする人もね中には多分いると思うんだけど、うん、結構はだからまあちょっとそれ違うとかなって、うん、はっきり目で仮に言っちゃったとしたら気悪くしちゃうかもしれないけど、ちょっと言わせてもらおうかなと。そうだね、思います。今後もちょっと増やしていこうかなと思います、そのチャット欄に関してはね、うん、多分それがね、うん、やっぱ今後やってる側も見てる側もいいと思うから。そうだね、ちょっとやっぱ言わなすぎたのかなと。そうだね、で定期的にやっぱ言っていかないとこういうのは伝わらないから。そうだね、うん、その1個の動画だけだとね見ない人もいっぱいいるわけ。そうそうそう、本当、うん、今までが多分そうだと思う。うちはなんか真面目に一回出したよね動画出した。それもまあ昔の話だしな、もう、ね、もう結構何年も経っちゃってるから、うんうん、やっぱ定期的にまあもうべきなのかなと、うん、そうね思いますね。だからそれに、うん、それに関してはだからね、うん、コメントでこんなこと言ってたからやめた方がいいですよとかっていうのも必要ないんで。本当に必要ないです。そうね、その都度その都度我々が発信していくことなので、うんうん、まあ皆さんは今まで通りというか、そのそういう心当たりがない人は今まで通り楽しんでもらえたらまあ嬉しいかな、ね、でもチャットをずっと見てるわけじゃないから、今の流れおかしいなっていうところをスルーした場合もちょっと、うんうん、多分そういうこともあると思う。あんまり見てないっていう、ね、見れない瞬間も、うん、あもう当然あるから、もちろんあるね。あと誰かと喋ってて俺らじゃない、うん、ドンさんが例えば誰かと喋っててそんな流れになってる中で、うん、例えばミュートして、うん、なんかあれだよとかっていうのも流れ的におかしくなっちゃうから、うん、その時は言えないとかっていうのはあると思うけど、うん、それ今返それ今スルーされたから私言っとかなきゃ、僕言っとかなきゃっていうのも必要ないから、うんうんうん、そうね、よろしく。そうですね、まあ、だから最近そんなことを感じました。いやそうですね、うん、ですかね。ことかな、まあ、難しい難しいんだよな俺な。まあうちらはそのね、あの結構顔出しとかもしてるから、うんうん、まあ、外見に触れたいみたいなところあるかもしれないんだけど、うんうん、あんまりその、まあ、よく思ってないよっていうことですよね、うん、最初ので言えば。そうだね、うん、その流れとかあるでしょっていう、うん、そうそうそう、そんな感じでございますよね。そうだね、では本日もテーマいきましょうかね。ちょっと結構長く時間経っちゃってるけど、まあ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 、はい、2週前のテーマでございますね。そうだ、ね、いきましょう。いただいてるテーマがあれ、テーマおなんかどれだっけな、どれ、年を重ねるようになってできるようになったこと、うん、っていうことですね。これナズさんからいただいております。はいはい、まあ、過去にはできなかったけど取ったらできるようになったなっていう、年を重ねるのも悪くないなみたいな、うん、そういう、エピソードがあったなということでございますけども、はい、うん、どうすか、なんかあります、年重ねてまあ良かったなみたいな。俺だからさっきのもあるんだけどさ、流れちょっと引っ張っちゃって申し訳ないんだけど、はい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 、結構スルーするみたいなスキルが、うん、結構ついちゃって。いや確かについたね。そうだからまあな、まあまあいっかみたいので流しちゃう、うん、まあいっかはあるねそれが結構積もり積もって今のこの感じっていうのがね、うん、あとね、天秤にかけてまあそうだないっかで、今はこっちが楽しいからこっちでとりあえずいっかみたいなのとか、うん、で結構スルー力、うん、スルー力って言ってるのか分かんないけど、でも配信とかしてるとやっぱスルー力というかさ、はいはいはい、それはだから大人になってからっていうのとはまたちょっと違うけど、うん、スルー力身についたというか、そうだな、大人になったのかもしんないな俺は。この前なんかマイクラ一人でやってる時にそういうその話したんだけど確か、うん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 、なんか
もっと多分戦ってた気がするなと思って、そのなんかちょっと尖ってたじゃないけど、そうね、なんか尖ってたって表現になっちゃうけど、うん、なんか別に尖ってるわけでもないんだよね。ただこう、うん、ダメなものはダメとか、うん、なんか結構だから割とはっきり言ってた、うん、もっとはっきり言ってたよね多分、うん、なんかそうか、うん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 、気持ち悪いとか言ってた気したもんそういやベースはそうだね、うん、うん、そうだからその辺がまあなんかこうちょっとどうなんだろうね、大人になったっていう表現で正しいのかどうなのか、うん、俺はだから前配信で、うん、けど、うん、俺はみんなに丸くされたんだぞっつった。あ、そうね、川、みんなの川に流れて石ころのように転がって、うん、俺は丸くされたんだっつって。それ、あ、そう、それでちょっと思い出したんですけど、うん、ダストボックスのライブの、うんうん、1週間前ぐらいかな、うん、1週間前ぐらいにちょっと不思議な食事をしたんですよ、うん、不思議な食事、俺とペイさんの姉と、うん、ペイさんの友達と何それ飯行ったりしてるって話を多分前にしてたと思うんですけど、はいはい、また行こうって話になって、うん、A さんのお姉ちゃんと友達とその約束をして行こうとしてた時に、そのペイさんの姉ちゃんが、うんうん、俺の名前急に出すなよ、出さない大丈夫です、ぺちゃんこも呼ぶみたいな流れがあって、まあ来るか分かんないけど一応聞いてみるわって話をして、で聞いてみたら思いのほかいい返事で、出たその謎メンツみたいな感じで、うん、飯行ったんですよ、うんうん、でそこでまあその飯自体はまあ、うん、面白く終わってって感じだったんですけど、うん、そこでね、うん、思ったことがあったの、うん、まあ行ったらそこのメンツって、まあ、地元メンツというか、まあ何だったらペースにしたら姉がいるわけだし、なんで姉がいるのみそのご飯で一番最後に誘われるのが俺なんだとは常に思ってるけど、うん、そこですごい感じたことがあって、うん、俺久々にペイさんの、うん、学生時代のペイさん、学生時代のペイさんの雰囲気を思い出したというか、どんなだったっけ、そのさっきの話につながるんだけど、うん、ちょっと昔のペイさんって口悪かったでしょ、口悪いというか語尾とかが、うん、なんとかじゃねえかとか、なんとかじゃねえかとか、はい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 、ちげえよとか、まあ、ちげえよとか、みたいなね、うん、そう、それがね出てて、その地元の雰囲気だと、だからそのあそこの空間ではねぺちゃんこじゃなかったの、あもうななだったの、そう、それ久々になんか聞いた感じがして。俺一人でちょっとなんかテンション上がってたまあ姉ちゃんがいるから、ね、姉ちゃんには、うん、だって普通に姉ちゃんにはそんな感じなの、姉ちゃんねそんな感じなのよ、そんな感じっていうか多分それが自然なんだと思う、俺別に姉ちゃんが嫌いじゃないし仲が悪くもない、うん、あの普通そうなのそうなの仲いい方なのよ、うん、年も結構離れてるし、うん、だから別に昔からあんまりその小学生とか、うん、以降は喧嘩もしてないし、そうね、仲いいけどだから普通に話してる感じで、なんか姉ちゃんがさメニュー頼むのにあのタブレットを使うような感じだったら、違う、そんなような感じでさ、ね、自分の携帯を使って QR コード読み込むと、ね、なんかあのメニュー読み込めたりとかして、でなんか姉ちゃんメニュー見ててお酒注文しようとして、で注文したので、そしたら注文したやつがその飲み放題のメニューじゃなくて普通のメニューの方から頼んじゃったみたいな、あーなるほどね、あそしたらこれって飲み放題の方であの換算されなくて普通になんかお金払っちゃってる状態になっちゃったのかなみたいなの気にしてて、うん、えちょっとこれ頼み直そうよみたいなことを姉ちゃん言ってるんだけど、うん、ペイさんは、うん、いいじゃん、うん、別にみたいな、どうでもいいだろうみたいな、何怖っ、反抗期いいでしょみたいな、別にもういいじゃんそんぐらいみたいな、反抗期じゃんすげえ言うのよだっておいお前何反抗してんだ、別に反抗じゃないんだよねそれがまた、反抗じゃないの、うん、そんな感じなの、その姉ちゃんとのやり取りが
よくいいじゃん、でも別にどうでもいいだろみたいな。うわ怖、ちょっとラリルレル多くなるみたいな、巻き舌来るみたいな、うるせえこれみたいな、みたいな怖っ、そのあこいつこんなんだったなと思って、あなんかね久々に感じた。あそう、うん、ぺちゃんこはいなかったあそこに。あそこいない、そうなんだ、うん、いなかった。じゃあ俺やっぱ今、うん、一皮かぶってっか、かぶってるっていうか、いやまあいい顔しようとしてるってこと、要は。いや俺だから丸まったんじゃないかな。いやその状態ではやってるとは思うんだけど、うん、配信とかもだからその自然と三人称のぺちゃんことしての何かに変わっていってるのかな、変わっていってたんだと思う。いや多分だから喋ってる最中にもリスク管理を考えてるから多分そうだと思うやっぱだからそういうのは多くなってるのかもしんないね。でも別にそれが、うん、まあ、うん、いやそうか、素じゃない、なんか素じゃないわけじゃないんだよな。まあ別にさ、その素ってなんつうのかな、そう、いろいろあるよね、そういう感じだから素っていうわけでもなくて、うんうんうん、人とっていうか誰がどういう関係性の中だとこういう顔こういう顔、あまあまあ誰もが違うもんだから、そうそうそう、それは別に違って当たり前だとは思うんだけど、うん、とはいえそんななんだ、うん、ちょっとなんかこうやんちゃというか、そうね、なんかやっぱちょっと違う、口調が違うというか、マジで俺ほんと高校思い出したもん。そう、そんな、うん、まあ、姉ちゃんと話すのまた違うからな、その地元の友達と話すのもまた違うし、うん、まあそうね姉ちゃんと話す、なんで俺ご飯、友達がいるご飯会に姉ちゃんがいいんだってことにもなるけど、うんうんうん、そうだ、それをちょっと思い出したっていう話だったんですよ。そのそうなんですよ、そういえばあったな、そんな回な、うん、そうなんです、そうなんです。そっか、じゃあまあ大人になったというか、なんというか社会性を身につけたんだな。いやそうそう、多分そうだと思うんだよね多分そういうことなんだよな。だから忘れてた、そのなんか三人称三人称での会話でああいうあんまないなかったから久しく、そうね、うん、別に出したいなら出してもいいんだぞ別にだから、いやオラ出せる関係じゃねえからなそうね、あそうですか。いや出したら出したでまた心配されるじゃん、ちょっとした寂しさもありつつ、そうそうそう、なんかさ、だってさ、そうこの前の生放送でさ、そうそうそう、別にそんな気何にもないのに、うん、なんか今日ギスギスしてないとかさ、あそうそうそう、ちょっとだから心配される感じにもなる。そうなの、そうなの、だからなんかこう、それもさっきの話につながっちゃうけどお母さん、お母さんされちゃう時が結構あんの、あんただからそんなこう口調してなんなのよみたいなさ。なるほどね、そうなの、そうなの、だから別にギスギスしてるわけじゃないんだよね、ただ言い合ってるだけなんだけど、え、なんかなんかあった、お母さんを呼んじゃうのか、そこで、そう、お母さん呼んじゃう、お母さんどうしたのどうしたのそこどうしたのちょっと待ちなみたいな、そうなんだよね、まあ変な、もうほんと気憂がすごいなっていう、だからそういうのもスルーしてたから、あじゃあやっぱやんない方がいいんだみたいなことになってたんかもね、うん、抑え込まれてたんだ、抑え込まれてる。ペイさんがねそういう丸みを帯びたのは結構なんか、うん、あの知人にあのなんかペイさんすごいやさぐれてないって言われてたことがあって放送を知ってる人にってこと、そう放送知ってる人に、だペイさんってさ、そのあのペチャンネルでさ結構言い合ったりしてた、うん、ニコニコ動画時代ね、そうニコニコ動画時代に、いや変にそう、そのなんていうの、放送ってよりは、うん、そのコミュニケーションというか、うん、そういう方を楽しんだ方がニコニコ動画としては、うんうんうん、いいんじゃないかみたいな考えがあった時期はあったから、うんうんうん、そうそうそう、それをやってた、うん、そのだから今までのペイさんを知ってる人がその放送を見たときにすげえ嫌々してるから逆にだからみたいな、そこで尖っちゃったみたいなところがあるのか、どうしたのみたいな感じ、心配されてたことはあって、そう、そっからちょっとずつ多分こう角が減ってったんだと思うんだけどね、角が作り出されてたんだけど、そう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 、こういうことじゃないんだみたいな、うん、勉強を共に していき、うん、変わってったんだと、まあそうね、ああいうことじゃないと思うから、そうなんだよね、いやでもなんかニコニコってさなんか流れあったじゃん、いやあったけど、うんうん、あったけどあれはあれで俺は違うなとは思ってたけどね、うん、
そうなの、これがやりたいのかなってだってちょっと思ってたもん。そうそうなの、ペンさんってこういうことやりたかったんだみたいな。ちょっと心配じゃないけど、いやでも行き過ぎてたけど、うん、なんかちょっとこう嵐の人が例えば来たらそのままバンするんじゃなくて話し合うとか、うん、なんかそういうのは面白いなとは思ってた。あ、まあそれはね、そう、でもだからそれとは違う、うん、薄さとか、俺もやってたけどな、うん、うん、だからなんかちょっと違う部分で間違ってたところ、そうだね、があったなっていうのはだからあって変だった、ありますって、うん、変だったね、うん、ちょっとだから今抑え込んでるからペチャンネルは。そうだね、そうね、でも本来はじゃあそういう感じがやりたいってことなの、ペイさん。昔はだからそうだったんじゃない？だから今だからもう全然違うからさ、うん、なるほどね。あ、別に何かを我慢してやってるわけじゃないから。まあ変わったってことなんだからね。変わってたね。ね、やっぱり変わるもんなんてね。変わってたと思う。うん。だから昔はこうだったのにねって言われても、そうだったねっていうぐらいしか言えない。そうね、まあ、ね。変わっちまったなって言われても、やっぱうん、そうだったねぐらいしか言えないわ。あ、うん、なるほどね。だからそれ誰、俺はそう、じゃあ俺はそうだったかな、できるようになった、今社会性を持ってたってことかな。なるほどなるほど、いいことだと思います。ちょっと挟んじゃいましたけど。いやいやいや、いや忘れてたわ、その。じゃあ皆さんのちょっと短めになっちゃいますけども、できるようになったこと、大人になって、はい、っていうのをちょっと聞いていきましょう。はい、簡単なところで言うと、うーん、まあ例えばデブリンさん、男性の方は、大人でできるようになったことと感じるのは食べ物のこと。うん、小さい頃はお菓子とかを箱買いとかできなかったけど、うん、できるようになった。だからもうそれを箱買いできるようになったよ。平安の白米も独り占めできるようになったから、そうね、うん、これが、まあ、いいことなのか悪いことなのかみたいな感じではあるけど、まあ、食い物に関して、まあ、確かに自由だもんね、大人になったらね。そうね、食い物もそうだけどさ、前なんか一回鉄道さんとなんかね、なんかの流れでそういう話になったんだけど、割とこう昔高校生の時とかはさ、コンビニとかでもそんなに自由にこう買い物できなかったじゃん。でもなんかそれがやこの年になってくるとできるようになってる。あんまりこう値段で、ああそうかちょっとやめとくかみたいな考えがコンビニでちょっと少なくなった。そうだね、新商品出たら、あ、何これいいじゃんっつって、で見たりは しちゃうね。そうね、あんまりそこで止まるっていうことがそんななくなったから、歯止めという意味ではね。ただまあこれが行き過ぎると、その、ね、食べたいものが食べられなくなってくるからね、逆にね。いや、そうなんですよ、そうなんですよ、悲しいこと。いや、やめとくかーみたいなさ。そうだね。体型のことを気にするとね。うん、そうなんだよね。それ以外にもまあ体調とかもあるしな。そうなんだよ。だんだんできなくなって。そうだね。ニンニクいっぱい食べるとお腹痛くなっちゃうとかもあるしね。いやー、それなんですよ、今日多分。そう、なんかね、そう、放送前に、動画の人は分かんないかもしれないけど、放送前に、いや、なんか今日もしかしたら途中で行っちゃうかもしれません、トイレみたいな。そうね、お腹の調子悪いんですよ。大丈夫なの？今はなんとか大丈夫ですね。あ、ほんと？ニンニクなんですよ、ね、これ。いや、そうなんだよね。でもニンニクってさ、うまいじゃん。うまいよな。入れちゃったんですよね。いや、わかるよ、お腹痛くなるって分かってても、いや、入れちゃったの、行くよね。やっちまいましたね、うん、愚かだよ、ほんと人間。他にも、ひとっこひとりさん、女性の方は、うん、年を重ねてできるようになったことは物欲のコントロールです。おう、うん、上京したての頃、おしゃれに目覚めた私は夏のセールで散財、一月きゅうりとマヨネーズで暮らしたという苦い経験があります。おー、あー、ここまでか。その経験が冷めやらぬうち、その年の冬のセールでも散財し、食費が底をついたため、クリスマスイブのデート直後、その足で実家に帰り、今の夫、彼氏に、開けられたという記憶があります。そんな私ですが、40代ともなると物欲をコントロールすることを覚え、あ、なるほど、悟ったかのように、去年、一昨年も物を当たり前のように身につける。一昨年の物を、だから今年の物はもう買わずに、去年の物、一昨年の物でも全然気にせず着てるよということか。なるほどね、なるほど。逆に40代まではあれだったのか。もうだからもう欲しい欲しい、カチャカチャで買ってた。あ、なるほどね。なるほどね。この辺の欲求、俺あんまりない方だから。俺もそうだな、強くか。でも最近、
漫画が止まんなくなっちゃってさ、うん、まあこれ俺の意思なんだけど、もう漫画を今年は読もうみたいになってて、うん、はいはい、いろんな漫画を買ってるんだけど、漫画をさ買ってるとマジでバカになんないな、うん、漫画はね、前回前巻行くとやばいよね、うんうん、マジでバカになんない、なんないよね。そう、アマゾンとかで Kindle とかだとさ、うん、まとめ買いって機能があるじゃん。いや、そうね、はいはいはい、そうで俺大体そのまとめ買いで買っちゃうから、そう買っちゃうの、マジでバカにならん、マジでバカになる。まあでもそれでね、キュウリ生活になるとかっていうわけではない。そうですね、そこまでいっちゃうとっていう感じだもんね。そうだね、漫画欲はちょっと確かに、漫画とかはあんまり歯止めないな、わーってっちゃう。そうね、漫画はまとめて買っちゃうね、なんかこれ読みたいなってなったら。そうだね、結構買っちゃうね。俺もちょこちょこ最近漫画読んでたりします。続きまして、佐藤真理さん、女性の方。はい、どうさまでした。テッドさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。45歳二児の母の私の年を重ねてできるようになったことは、よその人に声をかけることです。おお、はあ、店員さんがレジを打ってる時に商品の感想を話したり、小さい子連れのお母さんを手助けするついでに、大変ですよねと話しかけたり、下校途中で危険なことをしている小学生に注意をしたり、あら、若い時にはよその人に話しかける勇気がなかったのに、年を重ねた今は普通に話しかけられています。へー、これ俺今できないな。俺も無理だわ、話しかけるか。やっぱその二児の母であるっていうのがあれなのかな、一つの強みとしてかな。多分そうだと思うな。多分あるんだろうね。これ俺全然ないわ。無理だろうな。話しかけられたらやっぱドキッとするし、ね、ドキッね、ビクビクしちゃうかな。なるほどね、すごいな。今後なるかな、俺も。ならんだろう。ならんかな。ならんだろう。その年齢だから子供とかがもし例えばいたら、うん、そういうのが自然とできるようになるのかもね。電車の中でさ、隣に赤ちゃんとかがいてさ、うん、で俺より全然な、知り合いでさ、俺より全然イカチくて、うん、見た目もなんかちょっと怖そうなのに、うん、なんかすごいこう赤ちゃんとウィーとかやってさ、うん、でそのお母さんも悪い気してないような顔になってる人を見てると、うん、あ、やっぱだからか、その顔とか雰囲気じゃ ないんだなみたいなのは思うけど、そうだね、それは違うかな。そうだ、やっぱうまくできないよね、その赤ちゃんに絡むとかさ。難しい ね。俺は声は出さないけど変な顔したりはするな。わかるよ、なんかちょっと目大きくするぐらい、うん、俺結構変な顔する。あ、本当、うん、その子だけを笑わそう。だからお母さんとかも見てないとか気づいてない時に、うん、すっごい変な顔して笑わねえけど、もう変顔ですよ、変顔ですよ、うん、ってなるぐらいの顔してる。もうそうだね、お母さん気づ、お母さん気づいてないのそれ。お母さんもね、逆向いてたりする、抱っこしてたりする。ああ、そうなんだ。その時にやってんだ。なるほど、そうそうそう、その時に変な顔して気づかれてほしい。マジで気づかれてほしい、それ苦笑いされてほしい。あ、マジするかな。あってなってほしいわ。うん、でも話しかけるとか声出す勇気はないわ。そっかそっか、そう、それでだってやだみたいに思われるのも嫌だし。まあそうだね、うん、うちの子にやめてくださいとかも嫌だし。本当だね、だからそう人知れずやってるわ、うん、てるね。続きまして、スイミーさん、女性の方。はい、どうさめさん、テトさん、こんにちは。こんにちは。今週のテーマ、年を重ねてできるようになったことですが、大阪のおばちゃんが着てるような全身ヒョウ柄の T シャツが着れるようになったことで。おー、よくね、そうだね、よく言われるね、うん、噂では聞く。はいはいはい、まあ、見たこともあるけど。そうだね、うん、ああいうもの、おばさん、大阪のおばちゃんの代名詞のような、ああいうギラギラの T シャツが似合うようになりました。うん、あ、似合う、なるほどね。瀬戸さんの一つ下の年齢なのですが、アースカラーとかパステルカラーみたいな淡くて可愛い色がびっくりするほど似合わなくなりました、うんうんうん、あ、年齢でってこと。そうなんだ。年を重ね、いろんな経験を重ねた結果、肌の色がくすむ一方、反比例して年相応の迫力のようなものがにじみ出ているようで、可愛い色を着てしまうと、飲み込まれ、かえって老けて見えちゃう。洋服に飲み込まれることあんの？本当か？あくまでも自己診断でしょ？うん、あのくらい派手でないと、ファッションを選んで楽しんでいる感じがしないということ。ああ、なるほどね。
あの T シャツは実は探すと案外売ってないので今はあのシャツ探しにハマっています。へー、あ、そうなんだ。なんか大阪の商店街とかに売ってそうな。そうだね、うん、なんか髪の色も結構派手な色にしてみたいなね、うん、いろんなね、なんかああいう風にするのにね、いろんな説があるっぽいけど。ああ、そうだね、うん、ああ、なるほどね。似合うようになってくるんだ。似合うようになるんだ。似合うようになる瞬間がだからあんのかもしれない ね、 あるんだ ね、 ね、全然いけるじゃんみたいな感じに、うん、俺らも飲み込まれる時が来るのか。来るのかな、ファッションに。うん、おじい、でも大阪の おばちゃんっていう感じだけど、大阪のおじちゃんだとさ、うん、あんまそういう変な格好っていうイメージ。阪神、あ、阪神タイガース、うん、その試合もないのに帽子とハッピーみたいの着てるのとか、なんかよくそのテレビで、あ、まあ確かにテレビのコントとかでね、よく描かれたりするけど、うん、そういうイメージなのか。そうなんだろうな。おばちゃんファッションっていうのよく聞くけど、おじいちゃんファッションってなんかイメージこうピンとこない。うん、なあ、あるんかな。どうなんだろう。あのなんかパッて乗せる帽子、何わかる、あの丸いさ、お椀みたいなパッて乗せるおじいちゃんの、あー、はい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 、なんて名前なのかな、あれなんてやつだろうね。あれはなんかやっぱかぶりたくなるタイミングが来んのかな、ファッていうの。似合う瞬間が来るんだろうな、似合う瞬間が。なんのかな、わかんないけど。どうなんだろう。ベレー帽とはね、ちょっと違うんだよね。ハンチングでもない。違うよね。ちっちゃい、なんか、パッて乗せるだけのやつ。なんだろうな、あれな。続きまして。大助パパさん、男性の方。はい。はい、どうさんべさてとさ、こんばんは。こんばんは。今週のテーマは年を重ねてできるようになったことについてお便りします。はい。30代前半ぐらいまでは目の前の仕事に対して常に全力投球でした。うん、しかし40歳となり、仕事の幅も多岐にわたってきており、常に全力はしんどいです。そこで、この仕事は 60%、この仕事は 90% の力の入れ具合といった感じで、自分のやれる範囲で配分を決められるようになってきました。あー、なるほどね。仕事だけではなく、休日の子供の遊び等にも体力を伸ばせるように調整しています。すげえな。年を重ねるごとに体力の低下を感じており、こんな感じの工夫ができるようになっています。へえ、なるほど。仕事とか力の入れ具合を自分で判断して分けられるようになってますね。まあ、できてるのかどうかはちょっとわからんな。どうだろう、なんかミスったなみたいのたまにあったりするからな。力入れなさすぎてってこと？いや、逆。あ、入れすぎたってこと？入れすぎて。うん、ああ、まあ、ちっと、なんかまだあるのにみたいなさ。そうだね、空回りとか。そう。うんうん、あ、ある、ある。そう、空回りはまだある。うん、うん、うん。よくあるっていうか。うん。あ、ほぼしてる。うん。細綿とか、まあ。はははは。みたいな。ああいうよくある。それはもうよくある。続きまして。アイスクリームマンさんだせんのか、はい、ロサンペサテさん、こんにちは。こんにちは。私ができるようになったのは、一人行動です。うん、学生時代は仲間といるのが最下、一人で遊ぶとか寂しいし気取ってるみたいなの風に思われてる。マジか。勝手なイメージで周りに遊べる友達がいたらそんな捉え方をしていましたが、社会人になって友達と会う機会が、いや、遊ぶ機会が減り、一人で出かけることが多くなってからは、一人だと周りに合わせなくてもいいし、気軽で好きなこと、好きなところに行けるという楽しさを知り、今では人目もあまり気にせず行けるようになりました。おー、なるほどね。いいですね。ただそのせいで友達付き合いが減ってしまい、たまにふとした時、あ、誰かと話したいなと思い連絡しようとしても急に連絡がしづらい。あで、連絡も来ず、ちょっと寂しさを感じるようにもなりました。なるほどね。なるほどね。まあまあまあ、わかるわ。まあそうね。そうね。でもやっぱそれはでもそういうもんじゃないかな。学生時代はね、なんか一人でいるっていうのがちょっと恐怖というかさ。そうね。なんかまあ誰、ね、環境だからな、うん。誰かと遊ぶみたいのがメイン、ね。友達がいることがやっぱさ、うん、素敵なことだっていう教育ですから、ね。学校行きゃいるわけだからな。そうだね。ね、うん、もんですよ。続きまして、君の瞳にサモアンフックさん、男性の方は、はい、年を重ねて投資ができるようになった。この投資ってのはお金ではなく人に対して投資ができる。あ、ね、うん、若い時が、まあ、学生が嫌いで、うん、あ、そうなの。、親のお金で遊んでるクソガキどもかと思ってたんですが、
仕事柄、若い人と接する機会が多くなった今、うんうん、いろいろ話しているうちに苦労している子供や子や、夢や目標に向かって頑張っている人の存在を知り、うん、そういう人たちに対して将来の投資をしたいと思い、なんか、うん、ご飯をこう無料で提供するみたいなことをやるようになりました。すごい、どうなんだ、この人だから結構いい年なのかな、かもしれないね、いい年であり、いい立場である感じ、いや絶対そうだね、いい立場でありそうです、うん、まあそういう人が役者や声優、ミュージシャンやデザインになった子などテレビやメディアを通して元気な姿を見ると投資してよかったと。え、この人何をやってる人、何すごい人じゃん、なんか投資する人じゃん投資家だよ、投資家じゃん、投資者なんだろうね、何それ、何、僕らにも投資して、そうだね、まあ若くはないけど、ああそうか、残念ながら、残念ながら、なんだこの親父はって言われて終わりか、そうだね、なるほどね、まあ人におごるっていうのもちょっと近いのかもしれないけど、うん、そういうのは確かに、まあ余裕がねできた大人じゃないとできないことではあったな、増えたかもな、結構、うん、ここは出すよとかね、うん、そうだね、だいぶ増えたかも、そうだね、そうかもしれないね。続きまして、馬肉大好き馬面さん、男性の方は、はい、愛想笑いができるようになりましたと。おう、うん、若い頃バイトしてた時などは態度の大きいお客様に対して露骨に不機嫌な顔をしていたものですが、うん、年を重ねていくにつれて自分の感情を抑え込めるようになり、愛想笑いを駆使し対応ができるようになりました。最高じゃん。あ、なるほどね、うーん、愛想笑いか、まあ、愛想笑いね、まあでもうまくはなってってるだろうな。そうだね、おそらくそうなってってるはず、うん、なんか会話を合わせるみたいなのも、あ、まあまあそうだね、まあまあまあ、そうだね、テンションを合わせていくとかね、できるようになってきましたね。うん、決議ビジネスさん、女性の方、どんなビジネス、どんなビジネス、ビジネス、どんなビジネス、教えてくれよ、儲かんのかそれ皆さんこんばんは、年を重ねてできるようになったことは我慢できるようになりました。あ、こういうのね結構多かった、そう、我慢をできるようになったよみたいなの多かった、うん、些細なことで気にするようになっても怒るだけ無駄だとか、怒っても疲れるだけといった理由で我慢ができるようになりました、うん、なるほどね、うん、でね、あと多かったのがね、諦められるようになったっていうのは結構多かったな。あ、多かったね、諦めるという選択肢、うん、そう、なんかポニョンポニョンさんとかも、爪は噛んで湿らせてからちぎる派さん、男性の方も諦めるっていうのができるようになった。うんうんうん、まあでもそうね、確かに諦め、まあまだそれ さっきのスルーと似てるのかもしれないけど、うんうん、まあまあこれはいいかみたいな、そうだね、諦めが肝心っていうのがあるんだよね、うんうん、あんまり執着しなくなった気はするな。そうね、これは確かにな。しんちゃんさんさんさん、男性の方は、はい、年を重ねてできるようになったことは自分と他人を比較しないようになった。おお、いいですね。30代前半くらいまでは自分の近しい人たちが地位や名誉、多額の報酬をもらえているのを見ると羨ましいな、自分もそうだな、なりたいのになと強めに思ってましたが、うん、40過ぎたあたりから自分の身の丈をしっかり認識するようになり、今の自分結構幸せなんだなと感じるようになってからはあんまり他人と比較することがなくなってきました。あ、これすごい、いや、いいですね、これでもいいことだね、本当にいいことだと思う、うん、まあ、うん、そうなんだよね、うん、そうだね、でもこれは確かに大人になるにつれて結構まあまあここは譲ろうみたいな、うん、俺はこの能力はないからしょうがないみたいな、そうだね、なんか単純にすげえなって思えるように、そうだね、そうだね、うん、確かにそうだ、うん、ではラスト、はい、充電マエストロさん、はい、男性の方、この方もまあいわゆる人付き合いに関してなんだけど、年岡さんできるようになったこと、うん、は中学生まではこの人は陽キャだったと、ほいほいほい、で俺は他の人とは違うんだぞという感じの少し人を見下したような態度をとってました、うん、今思うと私は鉄塔が自虐されるよりも厄介なやつだと思います。なんでさん付けじゃないのか、ちょっと急に、まあ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 いいでしょう、もう下に見てるじゃんあ、ここでもう俺下に見てるからさん付けじゃない、そうだよ多分、ちくしょう、次第に友人と呼べる人間も減り、自分で原因に気づかないまま人付き合いが苦手な
まあ、うん、いわゆる陰キャと呼ばれるね、精神的なぼっちへと変貌を遂げていき、うん、修学旅行や学校のグループ活動では心からの仲間がおらず非常に寂しい学生生活だったと思います。うん、転機となったのは大学時代に長く付き合った、女性との失恋でした。うん、別れた理由はそんな私の一面がまだ知っていたからかね、そういうなんかちょっと見下してるなみたいな、うん、はいはい、さらに別れた時には遊ぶ友人はおらず自分が孤独であるなと知りました。ただそんな時に私の心と支えとなったのは同郷の幼馴染や友人たちでした。おう、ああ、うん、昔ながらの人だってことだよね。うんうんうん、精神的にボロボロな私に愛を持って接してくれ、人を尊敬愛することの大切さに気づきました。同時に、誰もがどこかは大したことのない人間でありながらも愛されるべき存在であることというのにも気づかされました。そこからは、そういう虚勢を張っていた自分を捨てて人を尊敬し、まあ、見下すことをやめ、うん、気持ちよく人付き合いを行え、人付き合いを行えるようになりました。うんうん、弱界者ではありますが多くの経験、年を重ねていくにつれて人とのつながりを持つこと、その自分でいさせてくれる人たちとの大切さにも気づくことができました。なるほどね、いいことに気づいてるじゃん。結局いいことに気づ、うん、気づきやがったな。ただ俺の名前を呼び捨てた。そうだね、俺はだけ呼び捨てにした。こんないい人になったのに、うん、そこは譲らないんだ、ね、譲らないんだね。俺のことは鉄塔と呼んでいる。そう、なるほど、北に見続ける。ね、まあそうね、でもね、そう、人のことをちょっとだ自分ができちゃうよみたいに思う瞬間って何伝ってあるからな。はい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 、それがちょっと天狗というのか、うんうんうん、逆になんでできないんだろうみたいにね、うん、思っちゃうっていう瞬間、うんうんうん、まああるもんでございますけれども、うんうん、実際は自分も大したことないんだよって気づいてからっていうことですわ、だからね、うんうん、そうですな。なるほど。まあ年を重ねるっていうのはじじいになるっていうのは悪いことではないよという、そういうテーマですね。そうですね。そうだね。まとめると、まあ、うん、できることは増えますよね。そうだね。まあ、うん、できないことも増えるけど、そう。でもできることも増えるんだよっていうことを忘れないでほしい。そうそうなの。そうなの。うん。そこが大事だから。増えてるわけだから。そう、そっちに進んでいくのよ。そういうことでございますよ。うん。いや、よかったよかった。正しく年を取るんだぞっていうことをね、お忘れなく。うん。いきましょう。では普通のお便りもいくつか読ませていただきます。はい、テルミ吉田さん、女性の方。はい、こんにちは。こんにちは。ずっとずっと毎日動画見てます。ありがとう。今動画を見てて気づいたんですが、うん、これなんだ、鉄塔さんってサンキューじゃなくセンキューって言いますよね。何これ。何このメール。何それ。そのメール俺知らない。俺も知らないよ。俺選んでないよ。え、本当？俺選んでない。選んでない。俺選んでないよ。え、俺も選んでないよ。それいつのメール？これいつのメールだろう。ちょっと待って、だってあ、なんか少なくとも、うん、この今回のその選ぶやつでは選んでない。うん、あ、本当？今週、うん、先週には選んでないな。だから忘れちゃってるぐらいなのかも。うん、忘れちゃってるかも。5月8日に届いてますこのメール。あー、じゃあちょっと前か。ちょい前だね。ドンさんが、いや、ドンさんが選んでないんであればもしかしたら俺かも。選んだ記憶あんまないな。いや、俺もないけど、あ、なんかでもそんな、俺は最近メールをその選ぶっていうことはね、最終的には選ぶけど。うん、選挙っつってんの。選挙っつってんだ。でもなんか、うん、ありがとうとか言った時に、うん、いやでも確かにちょっと、センキューって言ってる。そう、声高い。確かに確かに。うん、サンキューとは言ってないね。そもそもなんでサンキューかセンキューって言ってんのかもわかんないけど、別にセンキューでもよくない。いや、いいけど。まあまあまあ、まあ、やっぱ気になったんだろうね。気になったのかな。あれ、この人センキューって言ってないみたいな。いや、でも ネイティブでしょ。まあそうだね、センキューの方が。うん、サンキューとは言わないわけだから。そうだね、ぽさが出てるなっていう、うん、ネイティブなんだよね。テンキューだね、本当はね。本当はテンキューだからね。テンキューだからね、うん、そこまでは言ってないってことだよね。そこまではちょっとさすがにあれだから、うんうん、間を取ってセンキューだね。間を取ってセンキュー、センキュー、いいじゃん別に。いいじゃん、だから何に気づいてんの。うん、マジプラスじゃない、だから、いや、プラス、あ、プラスで気づいてくれてる。そうでしょ、うん、だって嫌なんですけどって言われてないよね。何にもないでしょ。いいと思います、もう悪いと思いますもんな。うわ言ってますよねっていう。気づいた点を、気づいた点をメールで送っちゃった。報告してくれたんだ。なにこれ、マジで。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃん。なんか次から、あ、でも、あ、俺センキューって言ったなって思っちゃうわ、多分。
わ、また潰される、また潰される、スマップのありがとうも、そうだな、ありがとう関連多いな、そうだね、センキューもだからありがとうが独特なんだね、俺ありがとうってちょっとありがとうに癖あるんだな、下手なのかな俺、ありがとうが多いのか、だから、そう、普通に言いたくないんだろうね、そうかもしんないな、なるほどね、気をつけよう、触れてくわどんどん、続きましてタラコおにぎりさん、女性の方、はい、トトさん、ドサンペイさん、こんにちは、こんにちは、今回勝手ながらご報告がありご連絡しました、はい、遡ること5年、うん、雑談第209回、2018年6月14日でお便りを読んでいただきました、当時国際遠距離恋愛をしていた私はスイス人パートナーと、うん、サニショさんの動画を楽しく拝見させてもらっており、やだこれ覚えてるな、これチラッとスイス人、うん、動画で出てくる三人称独特の表現をどう訳すか、またセクモン T シャツ、うん、これうちらがグッズで出していた、うん、出しているか今もあるのかな、うんうんうん、セックスモンスター書かれてる、ありますね、やつね、うん、が海を渡りスイス進出を果たした等のお便りをお話を差し上げました、その時ドン・サンペイさんはセクモンって向こうでは大丈夫なの、日本では NG 出てるけどと、ヘッドさんはいくら衛星中立国とはいえセクモンはダメなんじゃないかと笑ってくださいました、あの頃はお付き合いがスタートして半年ぐらいだったんですが、6年の国際遠距離、6年の国際遠距離を経て、すごいね、うん、この度結婚することとなりました、めでたいな、周知の通りコロナによる水際対策で国境が実質閉まっており2年半ほど会えない時期がありました、あら、すげえ、無事にここまで来ることができました、すごいね、振り返ってみるとリモートで喧嘩をしていてもサニーショーを見るの一言で会話が生まれ、動画で笑って心が軽く、あら嬉しい、と話す機会が持てたのだと思います、あらあらあら、また結婚と同時に私がスイスに移住することも決まりました、あら、向こうで暮らすんだ、なるほどね、慌ただしい都会、東京で生まれ育ち東京で果ててきた私が果たしてソロライフハテナを楽しめるのかドキドキしておりますが、最初ファンスイス支部今のところ2人としても所持してまいります、へえ、おお、ありがとう、向こうでも必ず応援しています、あー、いいね、おめでとうが、おめでとうございます、でもまあすごいこっちゃ、すげえや、そりゃね、スイスか、ちょっとスイス、いまいち俺スイスのこと知らんから、俺も知らないんだよな、なんかスイスってやいや山アルプス、アルプス、アルプス山だよね、スイスといえば山でしょ、スイスね、ヨーロレヒホーはスイス、いやちょっとわかんない、レヒホーやレヒホーはスイス違うか、それは関係ないのか、もうアルプス山脈の中でも最も有名な山マッターホルンっていうのがあるのがスイス、マッターホルンね、マッターホルンね、スイスです、ハイジはハイジはスイスでしょ、アルプスだもんね、あれね、うん、だよね、シエテでしょ、もみの木を、あー、そう、スイスでしょ、うん、スイスは他にはスイス連邦、チューリッヒね、あー、ハローチューリッヒそうなるともう全然あなんか会社とかになっちゃうけど、あ、でもスイスだろ、多分そういうことだよね、チューリッヒそうだよね、うん、あ、スイスってここにあったんだ、あ、場所な、場所イタリアの上だ、場所左の方だよ、フランスの右、フランスの右、そうだね、うん、ここなんだ、はいはい、スイスね、はいはいはい、気候すごいね、スイスってスイス銀行あるね、ああ、スイス銀行ってよく聞くね、うん、ロンダリングしてくれるところだろうなんかそういう映画とかでもそういうゴルゴ13とかでよく、ね、よく出てくるよね、スイス銀行、ね、うん、ああ隠し口座あるとこだもん、ね、うん、なんかいいのか悪いのかあれだけどどうなんでそういうイメージなのか知らんけど、確かになんであれそうなんだろうね、なんかだからそういう中立の立場がどうのこうのだからじゃないの、知らんけど、うん、あ、そういう、まあいい国なんだろうね、まあ、いい国よ、だから、うん、いやだからじゃないけどトータルで、うん、トータルではいい国よ、そうなんだろうね、なるほどね、まあね、全然そのだからお国柄が違うだろうからね、あれだけど、ね、まあまあ、うんうん、アンナさんがねフェイスで暮らされてるから大丈夫だと思うけど、
お気をつけてお幸せって感じですね、うんうん、そうだ ね, うですね。なんか治安すごいいいらしいです、いいじゃん。あーでも良さそう、スイスは、うん、治安いいらしいです、うん、物価高いんじゃなかったっけ。あ、そうなの。なんかどうだったっけ、スイスってどうだったっけ。スイスってさ、何スイス円何スイス、スイスの通貨。スイスは何だろうね。スイスはスイスフラン。あ、スイスフラン、フラン、あフランフランだけど、スイスのお金なのか。あ、日本より物価は高い、日本の2倍。あ、高いね。うん、なるほど。まあちょっと環境に慣れつつね。そうだね、幸せにしてほしいわ。うん、いいですね、いいですね、いいですね。続きまして、ソロマック伊根井一さん、男性の方。草方こんにちは。こんにちは。質問というか相談です。はいはい。三人称のコメントにしたというわけではないと思いますが、はい、おいっ子の小4、うん、どこの子なのか分かんないけどが、うん、いわゆるハト行為という、うんうんうん、なんていうかな、他の配信にこの人こういうことしてますよみたいなコメントにしに行くというのをね、まあ、ハト行為って呼ばれてるんだけど、うん、そういうのをやってしまい、うん、そういうのをやめてと注意を受け、うん、あ、泣いて引きこもるというような感じになってしまい、わお、あーなるほどね。兄夫婦はそういう YouTube とかをほとんど見ないので、何が何だか分からず自分に聞いてきたのですが、うん、自分もお三方の雑談から配信を見始めた新参者。それどころか、うん、この前の、ラストなどの配信でそういう声がネット界隈ではまあ良くないことなんだというふうに知ったレベルでございます。兄夫婦に軽く説明したところ、甥っ子にも一応話したのですが、兄夫婦はそういうものかと配信を見ない人なりに理解を示してくれましたが、甥っ子は小学生ですし、うん、単にマナー悪いことって聞いてもなんかこう納得した感じではなく、まあまあまあそうだよね、うん、コメント欄ではそれが小学生で書いているか大学生かおじさんか分からないので、少し強い言葉や雰囲気を出してでもしっかり対応すべきだとは思うのですが、うん、これに対してどうしたらいいのか、何がどうすればいいのか分からず、お三方の配信は子供も結構見ているのかな、だから同じような風に思った人もいるのかなと考えメールさせていただきました。どのような風に言葉をかけて元気づけて、どういう風にこれから注意すべきなのか、もし意見があれば教えてください。ね、なるほど。まあ、ね、そうか。でも小学生ぐらいでもコメントって別に普通にするか。多分自由にするんじゃないかな。分かんないしね。しかもね、それが小学生だっていうのは分からないから。まあここはね、そうだね。言う側はまあ もちろん言い方っていうのはね、気をつけるべきだとは思うけど。うん。やめてほしいっていうのは別に俺も言うしな。そうだね、こればっかりは。だからまあ別に、でもさ、うちらもさ、だからその言った人に、うん、なんだろうな、そんな名前忘れねえからなとか思うことは、うん、集中攻撃してるわけじゃないし、うんうんうん、そのコメントをまあちょっと言い方としては失礼なこと言い方になるかもしれないけど、名前を覚えてるわけじゃないのよ、その人の言った人の。そうね、うん、なんでちょっと結構すぐ忘れちゃうし、うん、書かれた瞬間も別に名前そこまで見てないし、コメントの方が注目してるから、うん、だからまあうーん、なんつうのかな、悪いことは悪い、まあ、そんなにそのルールとしてね、その人が配信で設けたルールに対してまあルール違反をしてしまって、知らなかったとはいえね、うん、良くないことだったけど、その人自身を責められてるわけじゃないくて、そこの瞬間だけちょっと嫌だって思われたんだよっていう風に伝えてあげてほしいかな、うん、まあ注意みたいなもんだよね。そうだね、ちょっと君線出たよみたいな、うん、ぐらいの感じだから、そこまでその重く捉える必要ないんだけど、まあ配信にはルールが、まあネット自体だよね、ネットマナーみたいなのもあるし、ね、うん、まあ、小学生だとかさ、ね、小学生だとまあ難しいよね。そうそうそう、うん、まあそれは悪いことと知ってまた次その放送楽しいと思えるんだったらコメントしてもいいんじゃないみたいな感じかな、うん、コメントをするに関しては別にまあその親のなんていうのかな、教育方針であるから別にコメントしてもいいとか ね、うん、そこに関して口出しする気にもまあなれんから、うん、まあまあまあ、だから、まあ、配信してる側からするとその言った人に対して別にどうこう思ってないよっていう感じかな、うんうん、うん、それはもうその人以外のみんなも守ってほしいことだから、たま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 っていう言い方もあれだけど、うん、ああ
まあ少しずつ、まあ、噛み砕いてそういうルールがあるんだよっていうことを、まあ、なんか伝えていけたら一番いいんじゃないのかな。そうですね、うん、分かってくれるかな、分かってくれるといいな、うん、まあね、ちょっと言い方ね難しいし、ね、うん、理解できてもらえるのか難しいかもしれないけど、うん、そうね、うん、続きましてハゲだるまさん出せの方、はい、谷島さん方、こんばんは、ハゲだるまです。こんばんは、今回は三方に数年前に雑談放送に送ったメールの件について結構なんかあるんだね、かなり自分勝手なご報告をいたしたくメールを送らせていただきました。はい、はい、かなり前になるので覚えてないと思いますが、自分が昔送ったメールの中で東京に上京し漫画家を目指しながらフリーターをしているが自分の現状に不安も感じているというメールが採用されたことがあります。ちょっと覚えてないかもしれない。漫画家さん、うん、漫画家さん結構多いんだよな。結構多いんだよね、うん、いや目指してますとか、うんうんうん、なんかやりましたみたいなね、うん、その際お三方には、自分たちも無職だったりした時期があるから絶対大丈夫だよと励ましの言葉をいただき励まされました。なるほどね、うん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 、あのメールからおそらく5年以上経ってしまいましたが、なんか結構5年経ってる人多いな今日ね。経ってるね、うん、今にやってやっとちょっと大きめの漫画の賞を取ることができました。おー、あらー、おめでとう。5年間でも目指したってのも偉いな。ねえ、うん、それが嬉しかったのでお三方に報告したくメールを送らせていただきました、うん、完全に私事で報告するまでもないことだとは思いますが我慢できませんでした。すみません。いやいやいや、全然全然、報告していただきありがとうございます。嬉しいですよね。よかったですね。まあでもこれからだから、まあここからね、こっからだから、あ、うんうん、頑張りましょう、頑張っていきましょう。続きまして、はい、プロボクサー参加者の、はい、お三方こんばんは。こんばんは。でこの方は、前にもね2度ぐらい送ってくれた人で、うん、ボクサーや、うん、そう、うん、年始めかなんかになんか勝ちたいみたいな、うんうん、なんかそういう抱負、新人王戦がどうのこうの言ってたかな、うんうん、一回調べ直すわ。ね、結構でも送ってくれてるんだよな。うん、結構昔から送ってくれてるんだね実際ね、うん、去年一昨年ぐらいからで、今年達成できたことで送ってくれてるんだ。はい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 、うんうん、一戦一勝でっていうのでできたよっていうふうに送ってくれてた、うんうん、この人はね、うんうんうん、でね5月5日に子供の日だ、子供の日だね、辞めるか辞めないか続けるかっていうので相談してくれてたらしくて、でその時にも一戦一勝と報告しました。でその時に、うん、まあそれだけが道じゃない、まあいろいろ辞めた時の姿とか、まあいろいろなこうねアドバイスをしたらしい我々はね。で、5月9日に大きなチャンスがあって、はい、相手は日本ランカー、ランカ、うん、勝てばランキングに入り王座挑戦圏内に入ります、うん、おい、449回の放送がされてる時にはちょうど試合してるかもしれません。あれ、うん、ただその時には、放送がなかったことなんだけど、ああなんかじゃあもう諸事情があってね、はい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 、っていうのを経て、メールいただいてます。なるほど、試合の結果報告させていただきます。うん、試合の結果負けてしまいました。あー、まあ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 、6ラウンドテクニカルノックアウト、いややったね、6ラウンドだから相当長くやってた結果、ね、TKO だから、まあ、自分の意思というよりは、うん、そのなんだろう、レフェリーの意思だったりあるいはセコンドの意思だったりというので、うん、ここまでっていう風になったことだね。3ラウンドにダウンを取られるも必死に食らいつき相手の疲れも感じました。だがダメージは自分の方が深刻だったようで6ラウンドにはレフェリーに抱えられストップしました。あ、頭も眉も切れ血まみれでした。まだまだこんなもんかと思いましたが、それでも勝ちたかったと強く思います。うん、頭の傷はホチキスで止める、本当にやるやつ、あーやるんだ、眉毛縫いました、怪我を治してまた頑張りたいと思います。勝手な告知と報告で、申し訳ありませんけれど、いつか乱開でありましたチャンピオンになりましたと嬉しい報告したいです。いや乱開すごい、ね、普通に試合見に行きたいわ。そうだ ね全然見に行きたいよ、頑張ってほしいな。まあ無理だけはせずね、うん、できる範囲で頑張ってほしいな。そうだね、そうだね、まあまあまた勝っても負けても報告ぜひぜひしてください。はい、はい、待ってます、待ってますよ。では
コイラで流行ってるスをちょっと紹介させていただきます。はい、はい、流行ってるスは皆さんの周りで流行りそうだな、これ流行ってるなというものを教えてもらうということでございます。はい、はい、いくつになっても食べ盛りさん男性の方の流行ってるス。皆さんはニューヨークロールと呼ばれるパンご存知でしょうか。知りません。ニューヨークロール、俺はこれ初めて聞きました。知らないなぁ。クロワッサン、あ、クロワッサンなんだ、の生地を丸く焼いて作られたパンで、中にはクリーム、外側にはチョコレートなどがトッピングされてます。バームクーヘンみたいな。あ、クロワッサンなのか。なんかそう、ミスドってちょっとこういうちょっとだけかけるみたいなのがあるよね、なんかね。あー、あるね。去年の春にニューヨークのとあるパン屋さんが売り出したところ SNS でバズり大ヒット。あ秋にはパリで話題となり、現在は日本のパン屋でも見かけるようになりました。そうなんだ。そうなんだ。今もあんのけ。クロワッサンのサクサクとした生地とクリームがトッピング相まって最高に美味しいので、ぜひ食べてみてください。ニューヨークロール、ニューヨークロール、全然知らん。次はだからこれが原宿とかかな。うん、まあでも普通に美味しそうだし、美味しそう。そうだね。うん、俺も食べられそうだな。前のマリトッツァちょっときつそうだなと思って。あれはなかなかですね。そうね、ちょっとやっぱ甘さがすごそうっていう。うん、あれはもうさ、一口か半分まで。ドンさんは行ったんだっけ？あれ行きました。うん、あれ半分でマジでちょうどいいっすね。美味しいけどね。なるほどね。美味しい。これならいけそうな。クロワッサンうめえしな、そもそも。クロワッサンうまいね。ね。うまいね。いけそうな気すんな。続きまして、愛さん女性の方。はい。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。当然ですが、皆さんは最近の若い世代に人気のキャラクターといえば何を思い浮かべますか？若い世代に人気のキャラクター。若い世代に人気のキャラクター。あー。鬼滅のキャラ。あー、まあね。あれ。サンリオ、まあ、若くなくてもあれだけど、サンリオのキキララね。そうね、ポムポムプリンじゃね。呪術廻戦とかじゃない。ああ、もっと違うかもしれないけど。そうですね、チェーンソーマンとかね。違います。あ、違います。あります。違います。ゆる、特に今、特に女性を中心とした若い世代に人気のキャラクターといえば、うん、おパンチウサギなので。そうです。全く聞いたことないの出てきた。おパンチウサギ。おパンチウサギですよ、皆さん。わ、でもなんか出るわ。おパンチウサギ。おパンチウサギ。待ってくだちゃい。何これ。いいな。いいじゃん。いいな、おパンチウサギ。ちょっとこう落書き感のあるね、感じ。だから LINE のスタンプになってそうな。あ、いいですね、おパンチウサギ。おパンチウサギはイラストレーターのかわいそうにさんが作り出した。かわいそうにさんか。なかなか恵まれない、今でも泣きそうだがひたむきにけなげに生きていくコンセプトのピンクのウサギのキャラクターで、うるうるした涙目と白いパンツが特徴的な地球に住む生き物という設定です。これはいいですね。 SNS で発信されるイラストやアニメーションで話題になっていますが、コンセプト通り頑張ってるけどなかなか報われない、おパンチウサギの身の回りで残念なことがよく起こっているので、ついつい応援したくなるというところが人気。へえ、かわいいな。かわいいね。かわいいな、このサイト。なんか独特の作り方だな。サイト一番下まで行ってみて。俺なんか触ったら窓ガラスが割れたんだけど。いや、もっともっと下、一番下。一番下ってどこ？おパンチュウサギ脱帽カッパできるよ。お問い合わせまで行って、お問い合わせまで。待ってください。本当だ、おパンチュウサギモグラ叩きができるじゃん。うん、叩きができる。これ100点取るといいことがあるのか。うん、あの全部出てくる。本当だ、花びらが舞った。何これ、かわいい。いるんだな。なんか熊とカッパがいるね。ね、これがカッパなのか。うん、カッパがいる。本当だ。着衣グマ。めっちゃ可愛いこれ。確かに可愛い。カッパ、おパンチュの PC のキーボードに鼻くそをつけた張本人って書いてある。不憫で報われなくて可愛いという表現はこれまでにはなく、若い世代の新しい流行はいろんな方からやってくるなと思っています。いや、確かに。ちいかわってそういう系統じゃないの？なんかちょっとかわいそうみたいな。あ、確かに。ちいかわの、うん、その、なんか、ストーリー的なのは多いね。
かわいそうな感じになる、ね、ちょっとかわいそうだけど、うん、そこがかわいいみたいな、うん、そこがちょっと笑っちゃうみたいな、だよね、うん、ありますね。超うるうるしてんじゃん。そういう流れでいくと、あの映るんですとかさ、かわいいか、吉田戦車のあれもまあ、まあ、言ったら不憫で報われなくて、かわいいとはちょっと違うかもしれない。あのシュールさは無理だよ。あの派生なんじゃないのだから、まあ、根っこは映るんですがじゃない。まあそうね、根っこだったらしょうがないけど、根っこには映るんですがあるだろう多分。これは違うか、あの切なさとこれはまたちょっと違うんじゃないか。かわいさはないか、うん、には。どうです、あ、まあ不憫そうか、カッパとか不憫だったじゃん、めっちゃ。ガッシュベルのキャンチョメとかもさ、あちょっと不憫んだよね。あ、そういうのあるんだ、うん、あーなんかそうかも、うん、そんな感じあるよ。だなアニメとか、まあ、漫画でそうだね、うん、漫画少年誌の漫画とか結構その不憫だけど可愛いなみたいな、うん、なんかそういうパチイチのでも主役ではない。そうそうそう、うん、主役ではないんだけど、うん、それが本当 100% 表に出てきたって感じなんだな。いい、ね、うん、まあだからそういうこうサイクルは結構あるけど、それのこう今爆発したんだ。爆発したんだな。それの王道とならんキャラクターがおパンおパンチュウサギ。おパンチュウサギ。おパンチュウサギ。名前もまあいいね。うん、おパンチュウサギの誕生日皆さん8月2日だそうですよ。おそろそろ。それおパンチウサギ生誕祭あるんじゃないですか。普通にあるね、パンチウサギ、うん、パンチウサギの脳みそはほぼないのに等しいそうですよ。何これ、ニコマ漫画とかなの、どうなんだろう。なんかもうほんとニコマでドッスンきてんね。あーチョコ食べたいなーって思ってる人を見かけたおパンチウサギが、うん、夕暮れのカカオの木の前で汗をかいてる。なんかちょっと涙をなんかだからいろいろ考えれるよね。なるほどね。なんかその行間が空きすぎてていろいろ考えちゃうみたいな感じだな、うん、多分。ああ、うん、そういう感じなんだ。なるほどなるほど。そうね、あーくそ血が見てーちって言ってる人の裾を掴んで首を振るみたいな。なんなん。そういう感じのだ。そうだ、すごい優しい子なんだね多分ね。なるほどなるほど。エアコンつけっぱなしにしてきちゃったわってその後海泳いでるけど、これ多分海外旅行もう来ちゃったってことなんだろうな。あーなるほどね。なるほどね。あーあーなるほどね。ああかわいい。いいね。なんかいいな、好きかもしれん、うん、めちゃくちゃ、うん、ちょっと我々としても追いかけていきたい。これ追いかけていきたいですね。おパンチウサギのこと。普通に今グッズ欲しいわ。そうだね。ウサギ。ちょっと俺この2コマ漫画ちょっと全部見たいわ。うん。フォローしよう。あ、ツイッターがあるの？ツイッターあるんじゃない？あるあるある。ちょっと俺フォローするわ。今。ね。何なのか。左下に。なるほどなるほど。わめっちゃあるじゃんニコマ。ニコマ。わこれ飽きない。めっちゃあるけど。まあ、いいわ、いい感じだわ。これは、うん、これは本当にいいですね。これいい。すごい。これはいい流行りです。教えていただきありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。では最後にお前ちゃんを紹介して終わりたいと思います。はい。はい。お前ちゃんとは皆さんが知っている豆知識を教えてもらうというコーナーですが、本当に合ってるかどうかわからないので気になった方は自分で調べてみてください。はい。佐藤真理さん、女性の方のまみっちゃん、ドラサンペサテッタさん、こんばんは。こんばんは。第448回の放送でドラゴン柄が売れるというまみちゃんの話題があったので、ああ、うん、かっこいいっていう、ドラゴン柄に関する話をさせてください。お、皆さんは学研から発行されているドラゴンドリルというものがあるのご存知でしょうか。ドラゴンドリル、マジ。ドラゴンドリルっていうのはあれだよね、今勉強する勉強、ああすごいかっこいい。あ、ドラゴンドリルだ、アマゾンにあるわ。ドラゴンドリル、小児計算の巻。すげえな、いろいろ出てくるな、ドラゴン、うん、ドラゴンか今度は。すごいなんかカードゲームっぽくなってる。かっこいいものが好きな息子翔さんが絶対食いつくと思い、春休みの復習用に、うん、漢字計算文章読解の3冊を購入、うんうん、案の定息子は大喜び。
1回分のドリルが終わるとシールを1枚台紙に貼れるんですが、うん、6回分貼るとドラゴンが1匹完成するので、うわ、それが息子のモチベーションにつながりました。楽しいね。さらに文章読解の問題は動物や恐竜、このドリルに出てくるドラゴンのエピソードになっているので、興味を惹かれた息子は早々に文章読解のドリルを終わらせていました。へえ、すげえ、なるほど、めっちゃモチベーションにつながってるんだ。次のハイライスミにも副賞に新しいドラゴンドリルを買うと今から息子に約束させられています。なるほどね。ドラゴンはやっぱ強えんだよ。やはりか、ドラゴン最強、ドラゴン最強だわ。強いんですね、うん、パンチュドラゴンもだからある意味いけるかでも不憫だからな。あ、そうか、不憫だと難しいか。 V からやる気が出るって書いてある、まさにだね。そうだね、ドリルは考えられてんだな、いろいろ。やる気が出るってすごいね。うん、でもやる気出てるもんね。そうだね、現に出てるし。うん、確かにこういうカードゲームとか、まあ読むとかもそうだけど、ドラゴンモチーフのキャラクターって人気あるもんな。いや、かっこいいもん。うん、なるほどね。いいね。いや、いいと思います。いいですね。これだから、ちょっとね、お母さん方、お父さん方がいたら、これちょっと娘さん息子さんにね、うん、ドラゴン好きだったらちょっと与えてみるのいいんじゃないですかね。うん。そうですね。ぜひぜひ。良さそう。良さそうですね。といったところで本日はここまででございます。はい、はい、動画見てる方下の方にあります番組説明概要欄、すべてのお便りはこちらというところからメール送れますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。どんなところでございますでしょうか。はいはいはい、それでは三人称雑談第449回は以上となります。はい、また来週お会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。